麦わらの一味の最終進化形態。現在物語もクライマックスを迎えているワンピース。そのワンピースで注目したいのが麦わらの一味の最終進化形態。最終章では古毛海賊団クロスギルド、海軍世界政府、さらには赤髪海賊団との戦闘の可能性もゼロではないことから、ワノ国を超えるですね、壮絶な戦いが一味を待ち受けています。そこで期待されるのが麦わらの一味のさらなる進化。ワノ国でルフィが一人一人の幻獣種モデルニカを覚醒させたように、それぞれどんな進化をするのでしょうか。今回はルフィ、ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、フランキー、ブルック、ジンベイが最終話でどんな進化を遂げているかを考えていきたいと思います。ということで今回はですね、麦わらの一味の最終形態について徹底考察したいと思います。なお、ワンピース第1069話までのネタバレを含みますのでご注意ください。まだ見てない方は必ず動画をここで閉じるようよろしくお願いします。それではどうぞ。最終章に入り、物語もいよいよ佳境に差し迫ったワンピース。そんな中、物語の中心で常に活躍してきたのが麦わらの一味たちです。海軍世界政府の諜報機関、大岡支部会4校、強力なライバルたちと戦うたびにルフィをはじめとした麦わらの一味たちは常に力強く進化してきました。今回そんな麦わらの一味たちが最終的にどんな進化を遂げていくのか考察項目を作り、各キャラクターごとに分けてですね、どういった進化をしていくのか予想し可視化していきたいと思います。それでは麦わらの一味の各キャラクターを評価する上で前提条件となる考察項目を決めたいと思います。それが次の6項目、悪魔の実、覇気、戦闘技術、武器、固有能力、懸賞金となります。各項目についてどういった考察をしていくのか簡単に解説します。この項目では麦わらの一味の中で主に悪魔の実の能力者であるメンバーについて考察していきます。基本的に今後各キャラクターがどういった能力の進化がですね見込まれるかについて考えたいと思います。具体的にはですね、最終進化なので能力の覚醒の可能性についての考察です。悪魔の実の能力はですね、パラミシア系、ゾーン系、ロギア系の3系統となるんですが、麦わらの一味の能力者は主にパラミシア系とゾーン系のみなので、この2系統の覚醒に基づいた考察となります。この項目では麦わらの一味のメンバーの覇気についての考察をしていきたいと思います。まだ明確に覇気を見せていないメンバーは今後取得する可能性はあるのかどうか、またすでに覇気を習得しているメンバーはどういった覇気の進化をしていくのか、そういった点を中心とした考察となります。この項目では麦わらの一味のメンバーの戦闘技術について考察していきたいと思います。例えばゾロなら剣技、サンジなら足技、ジンベイなら空手など、それぞれの戦闘技術がありますよね。今回は各キャラクターがですね、どういった戦闘技術の進化を見せていくのか、はたまた今後新たな戦闘技術の習得があるのか、そういった点を中心とした考察となります。この項目では麦わらの一味の中で主に武器を使うメンバーについて考察していきたいと思います。麦わらの一味たちもですね、冒険を進めていくごとに扱う武器がどんどん進化していきましたよね。今後そういったメンバーたちが扱う武器にも着目して考察していく項目となります。この項目では麦わらの一味のメンバーの固有能力についての考察をしていきたいと思います。ここでいう固有能力というのは悪魔の実の能力だったり覇気といった潜在能力とは違って、一味の中で唯一無二の固有の役割といった意味合いに近いです。具体的に言うと、ロビンなら考古学の知識などとなります。それぞれの固有能力がどのように進化していくのか、そこに着目し考察していきたいと思います。この項目では麦わらの一味のメンバーの懸賞金について考察していきたいと思います。ワンピースの世界において一番わかりやすい進化の可視化がこの懸賞金システム。ここ最近の傾向から特に小田先生による語呂合わせの傾向が強くなっているので、語呂合わせをメインの考察とした予想となります。しかし最終章となりですね、懸賞金をつける立場である世界政府との直接対決にも発展すると考えると、これ以上の懸賞金アップの可能性は事実上低いと言わざれません。しかしもし麦わらの一味が各項目のようにですね、最終進化した場合どれくらいの懸賞金になるのだろうといった感じですね、おまけとして考察を楽しんでいただけたらと思います。以上6項目をもとに麦わらの一味の各キャラクターの最終進化を考察していきたいと思います。支配なんかしねえよ。この海で一番自由なやつが海賊王だ。ご存知、我らが主人公、麦わらの一味の船長、モンキー・ディ・ルフィ。現在は麦わら大船団大船長という肩書きを持つにまで成長しています。そんなルフィの夢は海賊王になること。普段はお調子者な性格をしてるんですが、いざという時はですね、仲間を守るために自分の命すら限られる熱血感でもあります。それではルフィが最終的にどのように進化していくのか、各項目に合わせて見ていきたいと思います。
まずルフィの悪魔の実の能力について考察していきます。ルフィはパラミシア系悪魔の実ゴムゴムの実の能力者かと思われていました。この実には神の名がゴムゴムの実のもう一つの名は、しかし第1044話で五老星によってゴムゴムの実の本当の名前が明かされます。その正体がゾーン系人一人み幻獣種モデルニカ。それでは現在のルフィの悪魔の実の能力についておさらいしたいと思います。まずルフィはですね、悪魔の実の能力に関して覚醒まで至ってますよね。これが俺の最終地点だ、これだギアフィフス。ルフィ自身こう語っている通り、人一人み幻獣種モデル2からの能力をフルで発揮できる状態となっています。その能力はですね、ゴムの体にさらなる腕力と自由を与える力。つまりルフィは持ち前の伸縮自在のゴムゴムの能力に加え、圧倒的なパワーとルフィの自由な発想による解釈によって多彩な能力を発動できることになっているんです。そしてこの自由を与えるという能力は非常に強力な能力となっています。なぜならルフィはカイドウとの戦闘で見せたように、火をまとったり空を飛んだり、相手の吐いた火をですね周囲をゴム化させて跳ね返したり、拳を超巨大化させたり、雷を掴んだり、ほぼ何でもありといった芸当ができるからです。あいつらは覚醒したゾーン系の能力者だ。異常なタフさと回復力が売りなのさ。さらに第544話でクロコダイルが語ってる通り、ゾーン系の悪魔の実の覚醒ということで、ルフィは恐ろしいほどのタフさと回復力を誇っています。改めてまとめてみても、現時点でルフィのですね悪魔の実の能力はほぼ完全無欠な能力であることがわかりますよね。まさにこれ以上の能力はないのではと考えられるんですが、ルフィはですねまだまだ悪魔の実の能力を進化させられる可能性があると考えられます。その根拠大きく3つ。まず1つ目の根拠は、現時点でのルフィのギアフィフスはかつてのジョイボーイも到達している可能性が高いことです。ドンドットットという特徴的な鼓動、そしてズニーシャの発言からほぼ間違いなく空白の100年に存在したジョイボーイも人一人み幻獣種モデル2価の覚醒者であることがわかります。言い換えるとジョイボーイもですねギアフィフスに到達したルフィと同等の能力を手に入れていた可能性が非常に高いということになります。そんなジョイボーイですらですね、何らかの形で世界政府の前身である20の王国の勢力に敗北を喫している結果が残っています。そして800年前と状況は違うとはいえ、かつてジョイボーイのいた巨大な王国を滅ぼした世界政府は健在。このことからですね、現状のルフィのままだと勝てない敵が存在する可能性があるんです。つまり仮にジョイボーイがかつて果たせなかった役割、自由と解放をルフィが成し遂げるには、かつてのジョイボーイと同じレベルの能力のままではなく、そのレベルを超える能力を身につける必要があると考えられます。そして2つ目の根拠が、未だ強敵が残っているということです。四皇ではシャンクス、黒ひげ、海軍では赤犬をはじめとした大将たち、さらに世界政府ではイム様、五老星、特に様々な場面で対照的に描かれる黒ひげの闇の実の能力は悪魔の実の能力自体を無効化することが可能。いかにルフィがほぼ無敵なですね人一人の幻獣種モデル2価の能力者であっても、同じ悪魔の実である以上このルールは適用されると考察でき、現状のままではですね単純な能力戦だけで見ると、たとえルフィでも黒ひげに簡単に対抗できるとは想像しにくいんです。そして根拠の3つ目がですね、今まで強敵と戦うたびにルフィがハードルを乗り越えていることです。ルフィが強敵と戦う際に自らのハードルを乗り越えて必ず悪魔の実の能力を進化し続けてきました。ドフラミンゴと戦う際はですねギアフォースのバウンドマンとなり、クラッカーと戦う時にはタンクマンに、カタクリと戦う時にはスネークマンにそれぞれ進化、そしてカイドウとの戦闘ではギアフィフスに覚醒しています。つまりルフィがさらなるハードルを乗り越えなければならない局面が来る場合、さらなる進化を見せる可能性は非常に高いと考えられるんです。それではルフィが悪魔の実の能力を最終進化させるとしたらですね、具体的にどんな能力になるのでしょうか。以前別の動画でですねルフィのギア6があるとしたらというテーマで様々な考察を挙げていますので、今回はそれとは別の可能性を考察したいと思います。そこで考えられる能力の最終進化の可能性は2つ。まず1つ目が相手の能力に干渉できるようになる、そして2つ目が他人にも自由を与える力を分け与えることができるという2点です。1つ目に考えられるのが相手の能力に干渉できるようになることです。現在ルフィの能力は当たり前ですが、自分自身の能力に関してのみ自由を与える力が発揮されます。しかし仮にこの能力が他者の能力にも影響を与えることができたらどうでしょうか。例えば闇だったら火で照らせば明るくなるから能力が弱くなるとルフィが解釈したとします。そしたらですね相手の能力に干渉できた場合、ルフィの解釈通り火に照らされる状況からと闇の実が弱体化してしまうことになります。相手の能力すらもですねルフィの独自の解釈で影響を及ぼせてしまうのであれば、まさに無敵の能力、一見すると荒唐無稽な能力にも見えますが、実はその片鱗はすでに所々で描写されています。実ルフィが戦う際、周りのキャラクターたちにもですね目がコミカルに飛び出ており、すでに影響が与えられています。そして二つ目がですね、他人、特に仲間にも自由を与える力を明け与えることができるということです。これまでルフィはですね、単独で苦境を乗り越えて成長してきたので、最終進化が仲間に力を明け与えるというのはですね、少し違和感があるかもしれません。しかし、ワンピースにおいて支配からの解放や自由な生き様というのがですね、作品
品のテーマとして見え隠れしているとも感じられます。そして自由に生きていいのはですね、ルフィだけではありませんよね。みんなが自由に生きていいのですから、ルフィの自由を与える力が起点となって自由な発想で生きることもできるということをですね描くというのはですね、尾田先生らしいとも思える気がします。俺は助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある、仲間がいるよ。ルフィにはですね、大切な仲間麦わらの一味がいて、ルフィを支えてくれる仲間がたくさんいて、仲間全員で空想のままに戦っている姿で戦う、そういった能力に進化させるのはある意味でルフィらしくもあると感じます。以上からですね、ルフィの悪魔の実の能力はまさにですね、覚醒を超える超覚醒のような能力になると考察できます。続いてはですね、ルフィの覇気について考察していきたいと思います。ルフィは現在覇王色、武装色、剣武色の3種類の全ての覇気を使うことが可能。さらに覇王色と武装色はそれぞれまとうこともでき、武装色は和の国で竜王と呼ばれるですね、内部から破壊する高等技術も習得しています。そして剣武色は少し先の未来が見える未来予知の領域まで達しているんです。そんな中でもですね、特にルフィは覇王色の覇気の成長が著しく、四皇であるカイドと渡り合うレベルにまで至っています。しかしルフィの覇王色の覇気はさらに進化する可能性が非常に高いと考えられます。ロジャーが能力者じゃなかったように覇気だけが全てを凌駕する。第1047話でカイドウがこう語っている通り、今後の戦いにおいて勝敗を分ける力となるのが間違いなく覇気。そしてルフィの覇王色の覇気よりもさらに強力な覇王色を持っている存在がいることがですね明らかになっています。それがシャンクスです。第1055話で放ったシャンクスの覇王色の覇気は今まで描かれてきたどの覇気よりも明らかに異彩を放っていました。なぜなら海軍大将である緑牛すらも威圧するほどの強力な覇気だったんです。そんなシャンクスの覇王色の覇気に秘密があることがフィルムレッドの入場者特典40億巻で明らかになっています。覇王色見聞殺し、気配のコントロール、未来を見せない。それはシャンクスの覇王色がですね、見聞色の未来史を無効化することができる能力も持っていることが判明しているんです。これも考え方によっては覇王色の覇気に未来史を無効化する特殊能力がくっついているとも捉えることができます。つまりシャンクスの覇王色の覇気には単なる覇気の力だけではない特殊な能力が付随していると考えることができるんです。例えばですね、劇中の話になるんですが、シャンクスはグリフォンにおそらく覇王色の覇気をまとい炎を出している描写がありました。まとった覇王色の覇気にですね、特殊能力が発現したとも捉えられるんです。こう考えるとルフィの覇王色の覇気も単純に覇気が強大化するだけではなく何かしらの能力が付随する可能性が見えてきますよね。それではルフィの覇王色の覇気が最終進化した場合、覇気にどういった能力が付随すると考えられるのでしょうか。それが次の3つの能力だと考えられます。1つ目に火や雷、2つ目にシャンクスと同じ能力、3つ目にゴムゴムの能力、それぞれ順を追って解説していきます。まずルフィのですね、覇王色の覇気に付随する能力として考えられるのが火や雷です。これは先ほど触れたフィルムレッドの劇中でシャンクスがグリフォンに覇王色の覇気をまとい炎を出していたことを根拠としています。つまりこれを前提と捉えた場合、ルフィの覇王色も火や雷といった自然由来のですね、能力を発揮できる可能性があるということになるんです。特に火はですね、兄であるエースの能力でもあり、ルフィと非常に親和性が高いイメージがついてますよね。事実ルフィにはゴムゴムのレッドホークをはじめ多くの着火技があります。ちなみにこの発火能力はワンピースマガジンボリューム12によると、ギアセカンドと武装色の覇気で高熱の拳を超加速で着火させる仕組みだと解説されています。そしてですね、覇王色の覇気をまとったギアフィフス状態でも空中走りを見せた際に足元に火が残っていたことから、武装色でなくても覇王色の覇気でも着火させることは理論上可能だと考察できます。また雷についてはですね、ゴムゴムのトールエレファントガンで雷のような電撃を発生させていたこと、ギアフィフスで落雷をつかみゴムゴムの雷を使っていたこと、覇王色の黒稲妻などのイメージからルフィの覇王色の覇気と親和性のある能力として考えられます。続いてルフィの覇王色の覇気に付随する能力として考えられるのがシャンクスと同じ見聞殺しの能力です。そもそも覇気とはワンピースブルーディープなどによるとですね、全ての人間に存在する意志の力であると明言されています。つまりですね、覇気は意志のエネルギーであり、能力とはですね区別されるものなんです。これは先ほど解説した覇気によって火や雷を付随させるという仮説を覆すことになってしまうんですが、火や雷を起こすのはですね、あくまでも覇気をまとった際の現象の一つということになり、自在に操れる能力とは違ってくる可能性があるんです。つまりですね、意志の力である覇気はあくまでも意志の力である覇気に対する対抗手段でしかなく、新たな能力が発現するとは考えられない可能性があります。そもそも覇気を極めることで新たな能力が発現していたら、悪魔の実の能力はいらなくなってしまいますよね。つまり覇気に付随する特殊能力はあくまでもですね、対覇気に関してのみの効果となり、そんなに種類はないとも考察できるんです。となると覇王色による見聞殺しのような特殊能力ぐらいしかないという可能性
能性も十分考えられますよね。つまりルフィが覇王色の覇気の研鑽を積むことでシャンクスと同じ覇気のレベルに達した場合、ようやくシャンクスと同じ剣分殺しができる覇王色の覇気を身につけるとも予想できるんです。最後にルフィの覇王色の覇気に付随する能力として考えられるのがゴムゴムの能力です。これはですね、実は前例があります。武装色でゴムの伸縮を自在にコントロール、武装とゴムの融合化。第785話でドフラミンゴが分析していましたが、ゴムゴムの能力はですね、覇気と融合することが可能。つまり覇王色とゴムもですね、当然融合できる可能性があるということになります。ではですね、仮にそれが実現可能だとして、一体どういった効力が生まれるのでしょうか。覇王色とゴムを融合させた場合、考えられるのは相手の覇気、特に覇王色の覇気を弾き返すことができるということです。例えばロジャーと白ひげの覇王色のぶつかり合いは覇気同士のつばぜり合いから天を割るほどの影響を与えていました。しかし仮にルフィの惑う覇王色がですね、ゴムと融合した場合、このつばぜり合いが起こらず相手の覇王色の覇気を弾き飛ばすこともできると考えられます。さらにシャンクスのように緑牛すらも威圧するクラスの覇王色の覇気でも弾くことができるとしたら、ルフィは何者の覇気にも威圧されることはなく恐れることがなくなると考えられるんです。以上3つの方向性を考察したんですが、個人的にはですね、ルフィの覇気の最終進化はシャンクスクラスの剣分殺しができる超強力な覇王色の覇気になるか、もしくはですね、覇王色の覇気とゴムゴムの能力の融合ではないかと結論付けます。続いてはですね、ルフィの戦闘技術について考察していきたいと思います。ルフィは覇気の修行の際にですね、シルバーゼリーに指示していましたが、基本的に戦闘技術は独断で学んだ我流で戦っています。物語が最終章に突入した今、新たに戦闘技術を誰かから学ぶという可能性は非常に低いと思われ、戦闘技術に関してはこれ以上の進化はないと考えられます。続いてはルフィの武器について考察していきたいと思います。ルフィはこれまでの肉体をベースにゴムゴムの実の能力と覇気の実で戦っていました。物語が最終章に突入した今、新たに専用の武器を扱う可能性はほぼ皆無だと思われ、武器に関してはこれまで通り使用せず己の肉体の実で戦うと考えられます。続いてはルフィの固有能力について考えていきたいと思います。ルフィの固有能力、それこそが人間としての魅力だと考えています。その根拠となるのはロードトゥラフテルボリューム4に小田先生の直筆の設定資料が掲載されています。そこにメモされている一文が次の通りです。想像力が力になる、ルフィの力、ニカは人間を引きつける。そして最後のニカは人間を引きつけるという文章を小田先生は大きく×印をつけてるんです。これは人一人幻獣種モデルニカの設定メモなので、当然当初ニカの能力という形で小田先生が考えていたものだと思います。そして大きくバツをつけていることから、この設定はボツになったということがわかります。しかしこの設定はあくまでも能力ではなく、違う形で生きていたらどうでしょうか。実はこのメモを見た場合、小田先生はかつて作品や映画作りする上でのインタビューで、楽しそうなことやですね、ワクワクしている人のところに人は引きつけられて集まってくると思うと語っていたことを思い出しました。つまりニカが人を引きつけるのではなく、ルフィの人間としての魅力が人を引きつけると捉えることができるんです。そして実はですね、その魅力を最大限根拠付けられる設定がルフィにはあるんです。それが D の一族の決闘です。エッグヘッド編に突入した現在、物語はいよいよ空白の100年というですね、過去にフォーカスされていますよね。そしてルフィにも空白の100年にゆかりがありそうな人物が一人います。そう、ジョイボーイです。以前別の動画でも考察しましたが、このジョイボーイもですね、 D の一族である可能性が非常に高いと思われます。そして人一人目幻獣種モデルニカにはニカの意志が宿っていることから、高い確率でニカの使命を実現できそうな能力者を選んでいる可能性があります。ニカの使命はですね、人々に笑顔をもたらし解放することですよね。つまりニカの意志に選ばれた D の一族の血統、特にジョイボーイの血統が人を引きつける魅力を持った血筋である場合、ルフィがその血を覚醒させる展開はまさに歴代の少年ジャンプの名作を彷彿とさせる設定になると考えられるんです。以上からですね、ルフィの最終進化の最後のピースとして、今後ルフィが D の一族の血を覚醒させる可能性は十分考えられると考察します。ここまでルフィの最終進化を各項目ごとに考察してきました。最後にルフィの減少期について考察していきたいと思います。最初に説明した通り、ここではですね、最近の傾向から語呂合わせを重視し予想していきたいと思います。ルフィがここまで考察した通り進化を遂げた場合、作中でルフィにかなう存在は過去を含めてもほぼいなくなると思います。まさに最強の主人公となり海賊王になることが前提条件となるんですが、ゴールディロジャーを超える素質を発揮できると思います。そんなロジャーの減少金は55億6480万ベリー、それをルフィが超えるとなると、多くの人がですね、期待と願いを込めて考察している通り、やはりゴム56億ベリーとなると予想します。
俺には野望がある。世界一の剣豪になることだ。麦わらの一味の戦闘員のロロノワゾーロ。現在は麦わら大戦団内幹部の一人で、ルフィと同じく最悪の世代の一人でもあります。そんなゾーロの夢はですね、世界最強の剣豪になることです。普段は方向音痴だったり、どこか天然っぽい言動が多いんですが、実は剣士らしく冷静沈着で、物事を俯瞰してみることができる、まさに麦わらの一味の副船長のような立ち位置にいます。それではゾロが最終的にどのように進化していくのか、各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずゾロのですね、悪魔の実について考察していきたいと思います。ゾロはご存知の通りですね、悪魔の実を食べていません。これまで自分の肉体をベースに剣術と覇気のみで戦ってきました。物語が最終章に突入した今、新たに悪魔の実を食べる可能性はほぼ皆無だと思われ、これまで通り悪魔の実を能力者とはならないと考えられます。続いてゾロの覇気について考察していきたいと思います。ゾロは現在覇王色、武装色、剣文色3種類の全ての覇気を使うことが可能。しかし覇王色の覇気に関してはゾロ自身身に覚えがないと語っていることから、任意に使えない可能性が高い。剣文色に関してはですね、視界に入っていない敵の位置や人数を把握したり、ドレスローザでは岩石と同化したピーカの本体の位置を察知するなど最低限の覇気を習得しています。その中でゾロが最も得意とするのが武装色の覇気。ゾロはですね、武装色の覇気を身にまとうことはもちろん、武器である3本の型にもまとわせることが可能。そこらの木を1本試し切りしてみよう。さらにゾロが第955話で天狗山秘鉄からもらったエンマを振るった描写から、おそらく武装色の覇気をまとった斬撃も飛ばすことが可能。この時ゾロの腕がですね、黒光りして描写されていることから、ゾロが込めたのが武装色の覇気であることは確定だとわかります。そしてこの斬撃を放った時にエンマがゾロの覇気を勝手に放出し、海岸の崖をですね、一刀両断していたことから、現時点でゾロは自分の肉体、刀、斬撃に武装色の覇気をまとわせることができると考察できます。それではゾロの覇気ですね、最終的にどう進化していくのでしょうか。考えられることは2つあります。まず1つ目はですね、武装色の覇気を極め、刀を黒糖化させること。2つ目は覇王色の覇気をまとわせた斬撃です。まず1つ目のですね、黒糖化についてはですね、武器の項目で、2つ目の覇王色の覇気の斬撃は固有能力の項目にそれぞれ関わる考察なので、後ほど合わせて解説したいと思います。続いてはですね、ゾロの戦闘技術について考察していきたいと思います。ゾロの戦闘技術は言うまでもなく剣術。両手にそれぞれ2頭を持ち、口に加えた1頭を振るうですね、三刀流の独自の剣術ですが、その腕はすでに達人級。つまり剣術としてこれ以上の目に見えた進化はないと考えられます。それでは現時点がゾロの戦闘技術の最終進化の状態となるのかというと、まだまだ進化の余地はあると思います。その進化の余地がゾロの達人級の剣術から放たれる技です。ではゾロの技がどのように進化するのか。ゾロの技はですね、煩悩や三千世界、アシュラなど仏教用語が由来となっている技が多いですよね。なってやろうじゃねえか、地獄の王に。そして現在ゾロがさらなる剣術の進化を見せたのが炎王三刀流です。この炎王はいわゆる閻魔様のことで、仏教においては地獄、冥界の王として死者の生前の罪を裁く神とされています。つまりルフィやサンジが神の名を冠した技を出して進化させている通り、これに当たるゾロの進化技が炎王となるんです。そう、つまりゾロの最終進化は炎王三刀流を極めることだと考察できます。そして最強技となるのが当然三刀流奥義三千世界の超強化技でしょう。三千世界は簡単に言うと仏教において宇宙を表し、三千大千世界の略となります。すでに新世界編でゾロが同じ名前の技を披露してますよね。つまり炎王三刀流を極めたゾロが放つ三千世界こそがゾロの戦闘技術の最終進化となると結論付けます。続いてはゾロの武器について考察していきたいと思います。ゾロの武器はもちろん日本刀です。現在使っているのが下月光三郎作、大技物21項和道一文字、天狗山秘鉄作、技物三大秘鉄、下月光三郎作、大技物21項閻魔、この3振りです。中でも和道一文字は亡き親友クイナの鏡であり、ゾロがですね、麦わらの一味に加入した当初から愛用している愛刀です。おそらく和道一文字はこのままゾロが死ぬか、もしくは世界最強の剣豪の夢を叶えるその時までゾロの愛刀として共に最後まで歩むと思われます。それではゾロの武器はどのように最終進化するのか、これは皆さんお分かりですよね。当然3頭の黒糖化です。現在作中で黒糖としているのは世界最強の剣豪ジュラキュールミホークの夜、和の国の東人下月龍馬の修水、このたった2振りだけ。しかもどのように黒糖になるのかについてはですね、現在作中では判明していません。しかしゾロが世界最強を目指す限り、確実に刀の黒糖化は必須の条件だと思います。そしてその要となるのが先ほど覇気の項目で触れた
装飾の覇気を極めること。覇気をまとえば同じ刀でも折れることはなかった。刃こぼれすら己の恥と思え、全ての刀剣は黒刀になりうる。第779話でミホークがこう語ってる通り、黒刀への道の要は覇気である可能性が非常に高いですよね。その中でも武装色の覇気である根拠は2つあります。1つ目はビブルカードによると、覇王色の覇気をミホークが持っていないことです。さらにミホークがゾロに修行をつけていた時点では、ゾロが覇王色の覇気を覚醒させていなかったので、覇王色必須条件だった場合、この時点では持っていない色の覇気をまとえばというゾロへの解釈に矛盾を生じてしまいますよね。そして2つ目がゾロのセリフです。恐竜が踏んでも1ミリも曲がらねえって硬さこそが黒刀の特性と聞く。硬化させる覇気はですね、もちろん武装色の覇気ですよね。つまりですね、武装色の覇気を極限まで極めることが黒刀になるための条件の一つだと考察できます。そうなると必然的にゾロの覇気の進化が武装色の覇気を極めることという根拠にもつながってくるんです。しかし武装色の覇気を極めることだけが条件だった場合、ロジャーや白ひげなど名だたる強者たちの武器がですね、黒刀になっていなかったことに若干の違和感が出てきます。もちろん2人の得意な色の覇気が武装色ではなく覇王色だったという可能性も十分考えられます。また2人が剣士ではなかったということも考えられます。しかし仮に黒刀化に別の条件があるとしたらどうでしょうか。おでんはこれだけ覇気を奪っても楽々と戦っていたのかなあエンマ。そこで考えられるのがゾロが時折見せている刀との対話です。ゾロは刀をまるで人のように接していますよね。実際作中の数多くの描写から刀にも人間のような性格がありそうなことが分かっています。主人の切りてえ時にだけ切れるってのが名刀ってもんだが、なるほどこいつは問題児だ。以上よりゾロが武装色の覇気を極め、武器である愛刀と真に心を通わせた時、初めてゾロの武器が最終進化である黒刀になると結論付けられます。続いてはゾロのですね、固有能力について考察していきたいと思います。ゾロの固有能力は独特な姿勢感から来る執念だと思います。少し難しいと思いますので順を追って解説します。まずゾロはですね、死を常に自分の身近なものとして受け入れている独特な価値観を持っていますよね。なぜこんな体で生きてられるんだ、なぜ立ってられるんだ、こんなダメージを残したゾロは初めて見た。命だって本当に危なかったよ。ゾロ死んでねえよな。ゾロは強敵と戦うために幾度となくいつ死んでもおかしくないような瀕死の重傷を追ってきていますよね。まさに麦わらの一味の中でも最も重傷を負ってきた男だと言って過言ではないんです。そんなゾロはですね、常に死を全く恐れていません。死んだら俺はただそこまでの男、通じねえ時は死ぬ時だろう。そう、様々な場面でですね、死を自分の身近にあるものと捉えているからこそ全く死を恐れていないんです。それではなぜ世界一の剣豪になるという野望を持ちながらもゾロがですね、死に対する独特な感性を持っているのでしょうか。根拠は大きく2つあると考えられます。それがですね、悔いなの存在、そして仏教の死生観となります。ゾロが死を身近に感じている根拠の一つが、やはり親友クイナの死の影響だと考えられます。ゾロ大変だ、クイナが家の階段で転んで死んだ。ゾロと共にどちらかが世界一の剣豪になるという夢を誓い合った親友があっけなく死んでしまったということは、幼いゾロにとって強烈に死を身近に感じる事件となったのは想像できます。ゾロが死を身近に感じている根拠の二つ目が仏教においての死生観です。先ほど戦闘技術の項目でも解説しましたが、ゾロと仏教の設定はですね、少なからず関係があることがわかります。そしてですね、仏教という宗教ほど生と死を身近に捉えている宗教はないと言われています。そもそも仏教において生と死というのは分けない考え方をしています。だからこそ仏教では人の生き死をですね、生と死という言葉に分けず、生死と一言で言い表しているんです。この生死はですね、生命の始まりと終わりは必ずあることを意味してるんです。当たり前じゃないですかと思う人も多いと思います。そう、当たり前の事実なんですが、これを普段考えている人はいないですよね。例えばですね、朝起きて歯を磨いて食事をしている時や、仕事や勉強をしている時、友達と遊んでいる時、よほどのことがない限り死のことなんて誰も考えることはないと思います。しかしこの生死の意味は、常に始まりと終わりを理解し、人生という旅を後悔なきように全うする価値観を意味してるんです。そう、まさにゾロの死生感と全く同じだと思いませんか。ゾロが常に死を身近に感じて生きているからこそ、ゾロは死を恐れることがないんです。ここまでゾロが死を身近に感じていて全く恐れていないことが分かったと思います。しかし詳しい人はですね、少し違和感を覚えたと思います。なぜならゾロが死を本当に全く怖がっていないかというと、現時点ではそう言い切れない描写があるからです。それが第1038話で登場した謎の死神に対しての反応です。何なんだ、体が動かねえ、止まれ、やめろ。ゾロにしては珍しく懇願するような
恐怖しているような反応を示しています。つまり何が言いたいかというとですね、ゾロの死生観は仏教においての生死の境地にまでは本当の意味ではまだ至っていないと捉えられるんです。つまりゾロがこの死神がもたらす死を乗り越えた時、本当の進化が来ると考えられます。逆に言うと死を乗り越えなければゾロはこれ以上進化することができないということになります。そう、ゾロは降格決戦物語の終盤で本当の死を体験することになるでしょう。その根拠となるのが2つ。まず1つ目に仏像の修行、2つ目にゾロのセリフとなります。ゾロが死ぬ可能性が高い根拠の一つ目が仏像の修行です。仏教徒の高僧が行う修行の一つに瞑想というものがあります。そしてその瞑想の極意が臨死体験を意図的に行う修行だからです。瞑想を行うことで死に関連した心理や一般的な自己と現実の性質を深く洞察することができるようになると信じられています。具体的にはですね、時間や空間が変化し見えない領域や存在を知覚し遭遇する、つまり死を自らコントロールすることになるんです。そうなると作中においてゾロは死すら自らの修行となることになり得ますよね。そしてゾロが死ぬ可能性が高い根拠の二つ目がゾロの第1036話で放ったセリフです。なってやろうじゃねえか、地獄の王に。そう、ゾロは地獄の王になることを宣言してるんです。地獄の王、先ほども説明した通りそれはまさに閻魔様イコール炎王のことを意味しています。炎王は死後に行く地獄や冥界の世界の神だと説明しました。つまりゾロが本当に炎王になるには一度死ぬ必要があると考えられるんです。それではですね、一度死んだゾロが復活した場合どんな進化をするのでしょうか。それが炎王三刀流を極めることだと考察します。先ほど仏像が瞑想することにより臨死体験をした際に具体的に時間や空間が変化し見えない領域や存在を知覚し遭遇することになると言いましたよね。つまりゾロも見えない領域や存在を知覚し遭遇できるようになるということになります。そして瞑想は基本的に目をつむってするもの。そしてくしくもゾロは2年間の修行後左目を一度も開かず閉じてますよね。まさにこの状態こそがゾロが現在瞑想しているとも捉えられるんです。そして瞑想の修行が終わった時当然目を開きます。つまり開眼。そう、死を経験したゾロは左目を開眼させると思われるんです。ちなみに仏教において開眼は2つの意味があります。1つ目は仏像などに目を入れ魂を入れるですね、開眼供養の意味。そしてもう1つが地形の目を開くこと、すなわちですね、全ての現象の背後にある道理を悟ることです。まさに常人には見えない存在を知覚し遭遇するという意味になります。これを作中に落とし込んだ場合どういった能力になるのか、それこそが相手の覇気を知覚し触れ、そして覇気すらも切ることができる能力だと考察します。実体なき覇気はですね、意志のエネルギーであるとも解説しました。そんな覇気を切ることができたら相手の意志を断ち切るのと同じ意味になります。つまり炎王三刀流の極意は鉄や炎といったものだけなく実体のないものすら切るということになるんです。以上からですね、ゾロの固有能力の進化は生と死の垣根すら超越し絶対的な剣豪への執念を燃やす炎王となると考察。そしてゾロが炎王となった時その刀は覇気用も切ることになるんです。そしてここまでゾロの最終進化を各項目ごとに考察してきました。最後にゾロの懸賞金について考察していきたいと思います。最初に説明した通りここではですね、最近の考察から語呂合わせを重視し予想していきたいと思います。ゾロがここまで考察した通りの進化を遂げた場合まさに最強の剣豪となるので2億の懸賞金39億ベリーを超える存在になると思います。そしてゾロがですね、死と非常に密接な関係となることから死つまり4の大台を超え40億1100万ベリーになると予想します。相手が風と海なら航海してみせる。この船の航海士は誰？麦わらの一味の航海士のナミ。現在は麦わら大船団大幹部の一人でですね、ゾロについて二人目の仲間でもあります。そんなナミの夢は自分の目で見た世界地図を作ること。お金とみかんが大好きな元気な性格で子供たちや仲間を見せられない優しい一面も持ち合わせている、まさに麦わらの一味のヒロインのような立ち位置。それではナミが最終的にどのように進化していくのか各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずナミの悪魔の実について考察していきたいと思います。ナミはご存知の通り悪魔の実を食べていません。これまで自分の知識をベースにクリマタクトを武器に戦ってきました。そして物語が最終章に突入した今、新たに悪魔の実を食べる可能性はほぼ皆無だと思われ、これまで通りですね、悪魔の実の能力者とはならないと考えられます。
続いて波の覇気について考察していきたいと思います。現時点で波が明確に覇気を使っている描写はありません。厳密に言うと第1058話で波が覇王色の覇気のようなものを発動させている描写がありましたが、これはあくまでもギャグシーンの一コマであり、今回はですね戦闘描写を元にしていることから除外して考えたいと思います。ここで波が進化し覇気を習得するとしたら、一番現実的なのが見聞色の覇気だと考察します。その根拠は大きく2つ。1つ目に見聞色の覇気の習得は戦闘力によらないこと、2つ目に天候を肌で感じていることとなります。波が見聞色の覇気を覚醒させる根拠の1つ目が、見聞色の覇気の習得が純粋な戦闘力によらないことです。そもそも覇気とはですね、全ての人間に潜在している意志の力だと説明しました。しかしこれを具体性のあるエネルギーに昇華させる覇気使いになるのはですね、全世界の人間のごく一部だと言われています。そしてその覇気使いになるためにも長期間の修行や鍛錬が必要となってくるんです。そして作中に出てくる覇気の使い手はほぼ例外なく戦闘力の高い人物たちに限られています。そんな覇気の中でも見聞色の覇気だけは少し色が違ってくるんです。見聞色の覇気は戦闘力が高くなくとも長期間の修行をしなくても習得できます。事実見聞色の覇気はですね、戦闘力が高くないアイサや乙姫も身につけていましたよね。そしてアイサの場合、空島のマントラと呼ばれるものでしたが、後にレイリーによってマントラが見聞色の覇気であることが明かされています。つまりですね、ある程度の才能があれば習得できるのが見聞色の覇気。相手の気配をより強く感じる力、これが見聞色の覇気。レイリーもこう語っている通り、そもそも見聞色の覇気は引き察知能力を特化させたような覇気なんです。そして聞き察知能力は現実の世界でも特にですね、非捕食者となりやすい動物が持っていると呼ばれる能力です。つまり見聞色の覇気はある意味で弱者のための覇気だとも捉えることができます。そしてナミは麦わらの一味の中でもウソップチョッパーと並びですね、弱小トリオと呼ばれるほど純粋な戦闘力はですね、麦わらの一味の中でも低いとされていますよね。そんなナミでも習得できる可能性が高いのがこの見聞色の覇気となるんです。波が見聞色の覇気を覚醒させる根拠の二つ目が、波が天候を肌で感じていることです。天気が変わった、これは一雨くるか、この人はもともと理論だけで天候を予測しているんじゃないんだ、まるで体で天候を感じ取っているみたい。作中で波が天候を肌で感じ取っている場面はですね、いくつか確認できますよね。そして波は天候を空気の変化と表現しています。そしてこの空気を辞書で調べると、雰囲気、ムード、佇まい、オーラ、そして気配とも言い換えられるんです。そう、まさに気配を察する見聞色の覇気と同じことをすでに波は体得しているとも言えます。以上から波は見聞色の覇気を覚醒させる可能性が高いと考察できます。ちなみに見聞色の覇気はレイリーの解説や作中の描写から、基本的にはですね、相手や生物の発する声を聞いたりする覇気。しかし天候は生物ではありませんよね。つまり波は唯一ですね、非生物の気配も察知できる見聞色の覇気使いに進化する可能性も考えられるんです。続いては波の戦闘技術について考察していきたいと思います。波は初期はですね、三節棍、そしてグランドラインではクリマタクトなどを使っていることから、ある程度棒術に心得があることがわかります。しかしどちらかというと棒術の技術よりも知識やクリマタクトの特殊技で戦闘に勝利してきているので、物語が最終章に突入した今、ここから波の戦闘技術が決め手となる可能性は低いと思われ、戦闘技術に関してはこれ以上の進化はないと考えられます。続いて波の武器について考察したいと思います。波の武器は初期は三節棍、そしてアラバスタ編でウソップが改良しクリマタクト、空島編からウソップがさらに改良しパーフェクトクリマタクト、さらに2年間の修行で波がオリジナルで改良させたソーサリークリマタクト、造編からウソップとフランキーによって改良されたソーサリークリマタクト回、そして現在ゼウスが宿りホーミーズ化したクリマタクトと進化してきました。ではここから最終的に進化する可能性は高いのでしょうか。結論から言うと進化の可能性はかなり高いと思います。その最大の根拠となるのが未来島エッグヘッドに麦わらの一味が立ち寄っていること。ここでは天才的頭脳を持つ科学者ドクターベガパンクが様々な新技術を開発しています。正確に言うとこれはベガパンク曰く900年前に実在した王国の技術なんですが、とにかく現代の技術をはるかにしのぐ技術であることは間違いありません。つまりベガパンクの技術からヒントを得れば確実に今の武器よりも進化させることが可能なんです。特に波の武器であるクリマタクトの改良に関わったウソップとフランキーの技術力が向上すれば、波の武器の進化は確約されたようなもので、では具体的に波のクリマタクトはエッグヘッドの技術のですね、どの部分を参考にし進化を遂げるのでしょうか。有力なのは反重力だと考察します。実は自然現象を伴う天候と重力は非常に密接な関係があります。例えば高度10キロで吹く風と地上高度0キロ付近で吹く風、どちらが強いかというとですね、高度10キロで吹く風となりますよね。この理由には冷たい空気の密度や暖かい空気の密度など様々な気候条件が重なってくるんですが、わかりやすくそのあたりを除外すると一番
番関係してくるのが重力、つまり気圧の関係です。つまりですね、波のプリマタクトが反重力を操ることができたら、極端な話、上空10キロで吹きすさぶ風を地上で巻き起こすことも可能になるんです。さらに反重力を操作できた場合、気圧つまり空気をも操れることになり、理論上は落雷を地上から上空に打ち上げるといったことも可能。つまりゼウスが宿ったクリマタクトの攻撃のバリエーションを大幅に増やすことができるようになるんです。以上よりですね、波の武器の最終進化はクリマタクトにベガパンクの技術、特に反重力の技術を組み込み、大幅な戦闘強化になると予想します。続いては波の固有能力について考察していきたいと思います。波の固有能力は間違いなく天候を肌で感じ取ることです。先ほど覇気の項目で詳しく説明した通り、波は非生物の気配すらも察知できることになり、あらゆる天候を感じ取ることができると思います。そして武器の項目でも考察した通り、波はクリマタクトを使って重力、空気を操ることができるようになったとします。そうなるともはや波はほぼ全ての天候を操ることができるようになると思われます。なぜなら地球の自然現象においてほとんどは空気がなければ起こらない現象だ。空気の湿度、気圧、そして重力によるベクトル、これら全てを操れたら、それこそ波は天候を自在に操れる女と言っても過言ではありません。つまりですね、ビッグマムは天候を従える女でしたが、波の最終進化は全ての天候を読み自在に操ることができるようになると考察します。ここまで波の最終進化を各項目ごとに考察してきました。最後に波の検証機について考察していきたいと思います。最初に説明した通り、ここではですね、最近の傾向から語呂合わせを重視し予想していきたいと思います。波がここまで考察した通りの進化を遂げた場合、まさに天気に関しては右に出る者はいなくなると思います。現在は弱小トリオと言われながらも、麦わらの一味の大幹部として遜色のないポテンシャルになることから、その検証金額は波の名前と語呂合わせもありですね、7億3000万ベリーとなると予想します。俺は狙撃手、援護が花道、人知れず敵を撃ち抜き仲間を守る。麦わらの一味の狙撃手のウソップ、現在は麦わら大船団大幹部の一人で、波について3人目の仲間でもあります。また赤髪海賊団狙撃手ヤソップの息子でもあり、シャンクスに憧れるルフィとは少なからず運命的な関係にあります。そんなウソップの夢はですね、勇敢なる海の戦士になること、嘘つきかつお調子者で、それでいて戦闘になると一目散に逃げる臆病な性格をしているんです。しかし海賊としてや仲間のためなど絶対に引けない状況では恐怖を克服し立ち向かう勇敢な強さも持ち合わせています。麦わらの一味のムードメーカーのような立ち位置。それではウソップが最終的にどのように進化していくのか、各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずウソップの悪魔の実について考察していきたいと思います。ウソップはご存知の通り悪魔の実を食べていません。これまで自分の知識をベースにパチンコや見聞色の秋を武器に戦ってきました。物語が最終章に突入した今、新たに悪魔の実を食べる可能性はほぼ皆無だと思われ、これまで通り悪魔の実の能力者とはならないと思います。続いてはですね、ウソップの覇気について考察していきたいと思います。ウソップは現在ですね、見聞色の覇気を使うことができます。ウソップの見聞色はですね、狙撃手らしく非常に広範囲で、たとえ相手が何キロ遠くに離れていようとも正確に気配を察知することが可能。しかしルフィやゾロ、サンジやジンベイなどの4人に比べると、まだまだ使いこなせているとは言い難く、まだまだ落ち着いた状況でしか覇気を発揮することができません。そんなウソップの覇気の最終進化ですが、当然見聞色の覇気の究極進化だと思います。その最大の根拠となるのが映画フィルムレッドで見せた父ヤソップの覇気。映画フィルムレッドはですね、小田先生が監修に携わっているので、その設定を小田先生がゴーサインを出していることから、今後原作でも登場する可能性は大いに考えられると思われます。まず40巻でヤソップが見聞色の覇気の使い手であることが判明しました。そして劇中でヤソップが見せた見聞色の覇気の効果は主に2つ、1つ目に視覚の共有、そして2つ目に弱点の看破となります。ヤソップが見せた見聞色の覇気の極致の一つが、覇気を使った仲間との視覚共有です。劇中でヤソップはですね、ウソップと見聞色の覇気を通じてですね、意思疎通し視覚を共有してましたよね。しかもその時間はですね、魔王トットムジカを倒すまで作戦遂行している時間のほぼ全てという長時間。このことから見聞色の覇気が強力であればあるほど、かなり長時間の視覚共有が可能だと推察できます。そして視覚共有ができるなら、様々な情報共有をできる可能性が出てくるんです。そしてウソップは自ら仲間の援護役であることをしっかり認識しており、仮に見聞色の覇気をですね、視覚共有のレベルまで扱えるようになれば、これ以上ないサポート役としての進化となります。
ギャソップが見せた見聞色の覇気の極致の二つ目が、覇気を使った敵の弱点の看板です。ギャソップが見聞色の覇気を使って、的確に対象の弱点を見抜いていたことで、現実世界にいる赤髪海賊団も、歌ワールドにいる麦わらの一味たちも、全員がギャソップの指示に従って行動していましたよね。つまり見聞色の覇気を極めることは、敵の弱点を的確に見抜くことができるということだとも捉えられます。そしてその弱点を視覚共有し、強力な一撃を持つ仲間に伝えることで、弱点に致命打を与えることが可能にもなります。そう、今まで主戦力でなかったウソップでも見聞色の覇気を極めた場合、一味のサポート役として活躍の場が与えられる可能性が十分にあるんです。以上からウソップの覇気の最終進化は、七夜ソップと同じく見聞色の覇気を極めることだと予想します。続いてはウソップの戦闘技術について考察していきたいと思います。ウソップの戦闘技術は言うまでもなく射撃です。武器となる巨大パチンコ兜を使い、現時点で100発100中の命中率を誇ります。その腕はすでに達人級、つまり射撃の技術としてこれ以上の目に見えた進化はないと思われます。続いてはウソップの武器について考察していきたいと思います。ウソップの武器はですね、初期は銀河パチンコ、エニエスロビー編で空島の技術で改良した大型パチンコ兜、2年後の新世界編から兜を強化した黒兜と進化しています。ではここからウソップの武器が最終進化する可能性は高いのでしょうか。結論から言うと、進化の可能性はかなり高いと思います。その最大の根拠となるのが、ナミのところでも解説した通り、未来島エッグヘッドに麦わらの一味が立ち寄っていることです。ここでは天才的頭脳を持つ科学者ドクターベガパンクが様々な新技術を開発してますよね。つまりベガパンクの技術からヒントを得れば、確実に今の武器よりも進化させることが十分に可能なんです。それでは具体的にウソップの黒兜はエッグヘッドの技術のどの部分を参考にし進化を遂げるのでしょうか。有力なのはホログラムだと考察します。必殺火薬星、悪いな、俺は嘘つきでね、そりゃ火薬じゃなくて特製タバスコ星だ。ウソップの戦法は昔から正攻法ではなく、得意の嘘を織り交ぜた創意工夫のある絡め手の戦法が多いですよね。そこがウソップの最大の持ち味でもあり、麦わらの一味の中でも変わった戦闘が楽しめる存在でした。そんな本来の戦い方をするなら、ベガパンクのホログラム技術はですね、ウソップの戦法とこれ以上ないほどマッチする技術だと思います。例えばホログラムを武器に搭載した場合、相手に虚実を混ぜた攻撃を与えることができます。本当の実弾を込めた攻撃、はたまたホログラムで作っただけの攻撃、これを織り交ぜられたら敵は疑心暗鬼になり、抽選の時のように本来のポテンシャルを発揮できなくなるのかもしれません。またホログラムでやられた自分の虚像を作ったり、ウソップならではのですね、嘘を織り交ぜたバリエーションを自在に扱えるとも考えられます。つまりウソップの武器の最終進化は、ウソップの射撃能力を補佐する戦闘技術の向上ではなく、ウソップの戦闘スタイルに合わせた多彩な戦法を可能にする進化の方向性になると考察します。続いてはウソップの固有能力について考察していきたいと思います。ウソップの固有能力はやはり嘘つきであることだと考えられます。武器の項目でも考察した通り、もともとウソップは嘘つきという特性を戦闘にも活かして活躍していましたよね。俺の前で意識は保てねえ、二人の飛び六方を消した男、二方狩りの嘘八とは俺のことだ。大戦24話でもビッグマムの覇王色の覇気の余波をまるで自分のもののように虚勢を張って見たりしていました。実はこの嘘つきこそがウソップをですね、麦わらの一味の中でも唯一無二の存在と至らしめると考えられるんです。なぜなら嘘をつけるということは、敵に対して情報を撹乱できる存在だから。相手が信じるか信じないかは別として、正しい情報と嘘の情報を流した時にどうしても精査する隙が生じます。さらにウソップがですね、覇気の項目で考察した通り、仲間と視覚共有できるレベルまで見聞色の覇気を覚醒させた場合、敵を撹乱することができ、さらに仲間をサポートすることができる麦わらの一味のトリックスター的な立ち位置になれるんです。つまり固有能力嘘つきが単なる出まかせではなく、敵を撹乱するための計算段階嘘つきに進化することで、ウソップはですね、麦わらの一味の中でも絶対に欠かせない存在となると予想できます。ここまでウソップの最終進化をですね、各項目ごとに考察してきました。最後にウソップの懸賞金について考察していきたいと思います。最初に説明した通り、ここではですね、最近の傾向から語呂合わせを重視し予想していきたいと思います。ウソップがですね、ここまで考察した通りの進化を遂げた場合、まさに麦わらの一味のトリックスターとなり、唯一無二の存在になると思います。さらに見聞色の覇気の特性もサポートに特化した場合、現在は弱小トリオと言われながらも、麦わらの一味の大幹部として遜色のないポテンシャルになることから、その懸賞金額は10億の大台に届くと思います。そしてウソップという8000人の部下やウソ8、そしてウソ800との語呂合わせもあり、10億8000万ベリーになると予想します。
たとえ死んでも俺は女を蹴らん。麦わらの一味のコックのビンスモークサンジ。現在は麦わら大船団大幹部の一人で、ウソップに続いて4人目の仲間でもあります。そんなサンジの夢は伝説の海オールブルーを見つけること。女性が大好きなナンパの性格ですが、基本的にはですね、冷静沈着な紳士で、変わり者が多い麦わらの一味の中でも常識人でもあります。実はジェルマ王国の王子であり、ケットイン死に捜査されたビンスモーク家三男でもあるんですが、冷徹な兄弟たちと比べ誰よりも優しい一面を持ち合わせています。それではサンジが最終的にどのように進化していくのか、各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずサンジの悪魔の実について考察していきたいと思います。サンジはご存知の通り悪魔の実を食べていません。これまで自分の肉体をベースに足技と覇気を武器に戦ってきました。物語が最終章に突入した今、新たに悪魔の実を食べる可能性はほぼ皆無だと思われ、これまで通り悪魔の実の能力者とはならないと思われます。続いてサンジの覇気について考察していきたいと思います。サンジは現在武装色、剣武色、2種類の覇気を使うことができます。現時点でもですね、サンジの覇気は非常に高いレベルで、武装色を足にまとわせ悪魔の実の能力による攻撃を遮断することができます。さらに剣武色は数百メートル離れた敵を察知する上、未来予知を行えるほどの片栗の攻撃を回避した実績もあり、現時点でも作中トップクラスの覇気だと考察できます。そして第71巻の SBS でも得意な覇気は剣武色の覇気であることが明かされてますし、すでに剣武色の覇気はかなり完成された連動だとも考えられるんです。女の涙の落ちる音がした。またサンジの場合ですね、敵味方関係なく女性が絡んだ場合にはさらなる覇気の連動が高くなる描写もあり、いわゆる対女性を守るためならバフ書きされたような状態になるとも捉えられます。そんなサンジの覇気の進化はゾロと同じく武装色の覇気を極めることになると思われます。ゾロの場合はですね、武装色の覇気を極めて黒糖化させることだと解説しましたが、具体的にですね、サンジの場合はどうなるのでしょうか。それがですね、武装効果のさらに上の究極の黒い武装効果になると考察します。そもそも武装効果も黒い色で表現されてますが、光沢感があり黒光りしているようにも描かれています。しかし黒糖化している夜も周水も基本的にはですね、漆黒で塗りつぶされたような黒色をしてますよね。仮に武装色の覇気を極めた場合、サンジの足もですね、最終的に黒糖化のようなですね、黒い武装効果をするのではないかと予想できるんです。そして現在のサンジはワノ国編でクイーンと戦闘中に突如としてジェルマの血統因子が発現し、外骨格を覚醒させていましたよね。それまでのサンジはですね、例えばベルゴ戦で足の骨にヒビを入れられたり、その効果はですね、剣による斬撃や弾丸すらも弾いてしまうほどのもので、まるで武装色の覇気で武装効果を発動しているような硬さを誇っていました。しかもこれが生身の状態だったんです。つまりサンジが本気で武装色の覇気をまとい武装効果を行った場合の硬さは外骨格プラス覇気となります。そして黒い武装効果の場合は外骨格プラス覇気プラス黒糖化のようなイメージになり、麦わらの一味の中でもダントツの効果になると予想できるんです。そしてサンジはこれまでも女性を守るナイトとして自らの体を張ってきました。つまり覇気が進化することで鉄壁の防御力を誇る黒い武装効果を手に入れることになると考察できるんです。そして硬さは文字通り鉄壁にもなると同時に威力の向上も意味します。人間は普段自分の肉体を壊さないために脳が無意識のうちに筋肉の力をセーブしていて 100% の力を出せてないという話を聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。しかし怪我をする心配のない肉体なら 100% のパワーを出して攻撃することができるんです。サンジのケリは小田先生曰く、作品登場時点の段階でゲーセンの打撃力測定マシンで実験したら店の外まで吹き飛ばす威力があると語っています。つまりそんな脚力を極めた武装色の覇気で武装効果し、外骨格の発言で 100% の力を出せるとしたら、それはとてつもない攻撃力の強化となり、間違いなく戦闘力が格段に向上すると考えられます。以上より、サンジの覇気の進化は武装色の覇気を極めることで黒い武装効果に成長し、無類の防御力と攻撃力を同時に手に入れ、名実ともに黒足のサンジになることだと予想します。続いてはですね、サンジの戦闘技術について考察していきたいと思います。サンジの戦闘技術は言うまでもなく足技です。本職がコックであることから、料理人に必要な両手を傷つけないようにゼフの足技を見続け研鑽したサンジの足技はですね、すでにゼフを上回る達人級と予想できます。つまり足技自体にこれ以上の目に見えた進化はないと考えられます。それでは現時点がサンジの戦闘技術の最終進化の状態となるのかというと、まだまだ進化の余地はあると思います。その進化の余地がゾロと同じく技となります。サンジの技はですね、高速回転した軸足を超高熱の鉄のように赤熱化させたディアブルジャンブ、そして外骨格と覇気を組み合わせたことでより強靭で高温の双炎をまとったイフリートジャンプと進化しています。すでに神を冠した技にまで進化させていることから、おそらくイフリートジャンプのバリエーションが今後のサンジの足技の進化につながってくると考えられます。そしてここで注目したいのが、クイーン戦でイフリートジャンプを披露した時のエフェクトです。わずかながらですね、雷のような青い電流を帯び
けるんです。そしてサンジがですね、フリーとジャンプを使えるようになったのはジェルマの科学が覚醒したのがきっかけでしたよね。そしてジェルマの中にはですね、電撃を扱える能力の持ち主がいます。それがビンスモーク2次、つまりジェルマの血統因子によって受け継がれた能力をサンジが使えるようになるとも考えられるんです。つまり今後フリーとジャンプはですね、ジェルマの血統因子により長女のレイジの毒、長男1次の火花、次男2次の電撃、そして4男4次の腕力のパワーに由来した脚力、それぞれの能力をまとったバリエーション豊富な足技に進化するとも考察できるんです。続いてはサンジの武器について考察していきたいと思います。サンジはこれまで自分の肉体をベースに足技と覇気のみで戦ってきました。しかしイレギュラーとして使用した武器が形状記憶アーマーレイドスーツです。サンジはジェルマ W6 のナンバー3ステルスブラックに変身することができ、絶大な防御力と透過能力を使用できました。しかし第1031話でこのレイドスーツを破壊していたことから、物語が最終章に突入した今、新たに専用の武器を扱う可能性はほぼ皆無だと思われ、武器に関してはこれまで通り使用せず己の肉体のみで戦うと思われます。続いてはサンジの固有能力について考察していきたいと思います。サンジの固有能力はジェルマの血統因子だと考えてます。サンジ様は申し上げにくいのですが失敗と言わざるを得ません。第840話でサンジはジェルマのですね、血統因子の操作が成功したにもかかわらず、どういうわけか成長していく過程でただの人間と同じようになってしまうんです。しかしサンジは決してジェルマの血統因子の失敗作ではありませんでした。第1028話でサンジの体に異変が生じ始め、そして血統因子の証明でもある外骨格が発現、そしてこの時サンジの眉毛は一時たちと同じ向きに変化していました。サンジも徐々にですね、冷酷な兄弟たちに近づいていく変化を嫌だと心の底から嫌がってましたよね。しかしですね、最終的にジェルマの血統因子を覚醒したにもかかわらず、サンジは誰よりも優しい心の持ち主のままだったんです。その証拠に心の中でジェルマと決別したサンジは再び眉毛の向きが元に戻っていました。つまりサンジは人間本来の感情を兼ね備えた状態でジェルマの血統因子を発現させたジェルマの最高傑作だとも考察できるんです。そして先ほど戦闘技術のところでも考察した通り、サンジは今後他の兄弟たちの能力も扱えるようになる可能性が高いんです。以上よりですね、サンジの固有能力の最終進化はサンジの心優しい性格のまま血統因子の才能を覚醒させることだと予想します。ここまでサンジの最終進化を各項目ごとに説明してきました。そして最後にサンジの懸賞金について考察していきたいと思います。最初に説明した通りですね、ここでは最近の傾向から語呂合わせを重視し予想していきたいと思います。サンジがここまで考察した通りの進化を遂げた場合、まさに未来の海賊王の両翼の一人となり絶対的な強さを誇る存在になると思います。またですね、世界最強の剣豪の肩書きを持つゾロと比較するとやや懸賞金に差がつくと思われますが、それでも懸賞金額はですね、麦わらの一味のナンバー3に届くと思われます。そしてサンジの3とジェルマ W6 の6などの語呂合わせに由来し36億3200万ベリーになると予想します。俺、ルフィの役に立つ怪物になりて。麦わらの一味の船員のトニー・トニー・チョッパー、現在は麦わら大船団大幹部の一人で、サンジに続いて5人目の仲間でもあります。そんなチョッパーの夢は万能薬として何でも治せる医者になること。もともとトナカイだったチョッパーですが、ドクター・ヒルルクとの出会いから人の温かさを知りですね、ドクター・クレハとの出会いから医学の知識を学びました。そんなチョッパーは作中でもトップクラスの頭脳の持ち主であるにもかかわらず、その愛らしい見た目からですね、世界政府からもルフィたちのペットのように認識されており、まさに麦わらの一味のマスコットの立ち位置にいます。それではチョッパーが最終的にどのように進化していくのか各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずチョッパーの悪魔の実の能力について考察していきたいと思います。チョッパーはゾーン系悪魔の実人々の実の能力者です。人々の実を食べて人の能力を持っちまっただけさ。第139話でドクタークレハがこう語っている通り、トナカイであるチョッパーが食べたことで人の能力を獲得しています。しかし人の能力というとですね、少し抽象的で分かりづらいですよね。ワンピースマガジンの悪魔の実図鑑に掲載された説明文によると、人間の姿と知恵を授ける力と解説されています。しかし知恵は分かるんですが、チョッパーが人の姿を授けられたとしたらいささか違和感がありますよね。なぜならゾーン系悪魔のみの変形能力で人型となってもケムクジャラですし青っぱなのままなんです。さらに作中で登場しているゾーン系の多くのみにはモデルが存在するんですが、チョッパーの場合ですね、明確な文章やセリフで語られている描写がないんです。このことからチョッパーの人々の実がですね、単なる人々の実ではなく重大な伏線が隠されている可能性が非常に高くなっています。今回はどういった可能性があるかについてはですね、詳しく説明してないんですが、以前別の動画でもなんとか人々の実の正体に迫った考察を行っているので、興味ある方は合わせて楽しんでみてください。それでは話を戻してですね、チョッパーが人々の実の能力を最終進化させるとしたらどうするのか、またどういった能力になるのでしょうか。
まず人々の身をどうやって進化させるのかという方法を考えると、その答えが当然覚醒となります。いいかひよこ、悪魔の身の能力にはまだ覚醒という上のステージがあるんだ。お前の心身が能力に追いついた時に起きるのが覚醒だ。ドフラミンゴやカイドウがこう語っている通り、全ての悪魔の身はですね、能力に心身が追いついた時に覚醒することができるという共通点があります。つまりチョッパーの人々の身もですね、理論上は覚醒のステージがあるはずなんです。しかし先ほど紹介したロードトゥーラフテルボリューム4で掲載された小田先生の直筆設定メモには次のような記述があります。ゾーン系の覚醒には2種類あるリスクがある。パラミシア系と違い、インペルダウンの極卒中のようにその動物に取り込まれてしまう場合だ。覚醒自体が奇跡だ。そう、小田先生のメモによると、ゾーン系悪魔の実の覚醒はですね、パラミシア系悪魔の実とは違い、リスクがあると示唆されてるんです。そしてそのリスクこそがインペルダウンに登場した極卒中のようにモデルの動物に取り込まれてしまうケースなんです。動物に取り込まれてしまったら、たとえ悪魔の実を覚醒させてパワーアップしても、ほとんど人間としての意識は保てていない様子でしたよね。この意識を保てていない状況、何か思い出しませんか？そう、チョッパーが初めて見せたランブルボールの過剰摂取によるモンスターポイントです。そしてここで一つの仮説に繋がってきます。チョッパーのランブルボールはですね、強制的に悪魔の実の覚醒に近づける薬であるということです。仮にこの説が正しい場合、チョッパーはルフィのように心身が能力に追いついておらず、強制的に覚醒に近づいているので、ゾーン系のモデルに取り込まれる危険性が非常に高いんです。しかも人々の身の場合ですね、知恵を授けるという能力があるので、チョッパーがモデルの人格に乗っ取られてしまう可能性が出てきます。新世界編後ですね、チョッパーは7つの変身形態のうち6つはランブルボールなしで変身できるに対し、モンスターポイントだけはですね、未だにランブルボールを必要としているというのもですね、覚醒に近づけているという辻褄が合っていますよね。そしてですね、意識こそ失わなくなってはいますが、第戦17話でチョッパーはランブルボールの副作用が現れています。そうなるとですね、このベビジジイカの老人のような人格が人々の身のモデルに乗っ取られかけている状態だとも考えることができるんです。つまりチョッパーはですね、現時点でかなり悪魔の実の覚醒に近づいているんですが、極卒中のように取り込まれてしまうか、はたまたルフィのようにきちんと自我を保って覚醒できるのかの瀬戸際にいると考えられます。そして当然、麦わらの一味であるチョッパーはルフィのように自我を保ったまま人々の身を覚醒してくれるはずでしょう。そしてチョッパーが人々の身を覚醒させるポイントの一つとして、人々の身の能力を理解することだと思います。そもそも悪魔の身の能力は能力者の独自の解釈により、様々な奇想天外な能力を発動することが可能です。例えば竜々の実古代種モデルトリケラトプスの佐々木が見せたヘリケラトプスのように想像だにしない能力の使い道がありますよね。そしてそういった能力の解釈は、能力者がどれだけ長い年月をかけて能力を使用してきたかにも比例すると仮説を立てることができるんです。例えばルフィの場合ですね、ゴムゴムの実の能力をギアセカンド、ギアサード、ギアフォースと徐々に能力への理解を進化させていき、そして最終的にですね、人々の実幻獣種モデル2価の覚醒となるギアフィフスへと時間をかけて段階を踏んで導いていましたよね。チョッパーも人々の実を食べてから決して日が浅くなく、さらにですね、持ち前の頭脳で自らの悪魔の実の波長を自在に狂わせるほど長年研究しています。つまりチョッパーも奇跡に近いとされるゾーン系の覚醒に到達する可能性は非常に高いと思われるんです。続いてチョッパーが無事に人々の身を覚醒させた場合、どういった能力になるのでしょうか。それがさらなる腕力と知恵を与えることだと考察します。まず腕力についてですが、現時点で出てきているですね、人々の身が全て腕力を強化しているという共通点が挙げられます。現在作中に登場しているチョッパー以外の人々の身は、戦国の幻獣種モデル大仏、鬼丸の幻獣種モデル大乳道、ルフィの幻獣種モデル二価となります。そして戦国のモデル大仏は分かりやすく巨体化し、そこから繰り出されるパンチはですね、かなりの強さを誇っていましたよね。さらにオニマルのモデルオニュードもパワー系の剣士であるゾロとつばぜり合いやですね、隙をついて追い込む場面もあるほどの腕力があることが見て取れます。そしてルフィのモデル2価に関しては、五老星たちがさらなる腕力を与えるという能力を解説していました。つまりですね、人々の身シリーズはですね、強力な腕力を与えるという共通点があることになり、チョッパーの人々の身もですね、腕力が強化されると考えられます。またですね、最初に説明した通り、人々の身の能力は知恵を授ける力であるというですね、他の悪魔の身にはないですね、最大の能力の特徴があります。そしてですね、覚醒してこの特徴が失われるとは考えづらく、能力者にさらなる知恵を授けることになると考察できます。以上からですね、チョッパーの悪魔の実の最終進化は人々の実の覚醒によるさらなる腕力と知恵の強化になると予想できるんです。
続いてチョッパーの覇気について考察していきたいと思います。現時点でチョッパーが明確に覇気を使っている描写はありません。そしてここでチョッパーが進化し覇気を習得するとしたら、一番現実的なのが見聞色の覇気だと考察します。この根拠はですね、ナミの覇気のところで解説した通り、見聞色の覇気の習得が純粋な戦闘力によらないですね、いわば弱者でも習得できる覇気だからです。さらにチョッパーはですね、スコープという技がありますよね。これはですね、ブレーンポイントの技でですね、相手の能力や特性、周囲の状況などの情報からですね、相手の弱点を分析する技です。そう、まさにやってることはですね、ヤソップがフィルムレッドで見せた見聞色の覇気と非常に酷似してるんですよね。もちろんですね、精度などに差はあると思うんですが、技の方向性から見ても見聞色の覇気を習得する素質はですね、十分あると思います。仮にチョッパーが見聞色の覇気を習得した場合、どういった特性があるのでしょうか。考えられる可能性は、スコープを敵だけではなく仲間たちにも扱えるようになることだと思われます。医者であるチョッパーが見聞色の覇気を使えるようになることで、仲間の体の異変や病原を覇気で察知することができるようになるんです。そうなると医者としてより的確な診断を行うことができ、飛躍的にですね、救命能力がアップすると予想できます。続いてはですね、チョッパーの戦闘技術について考察していきたいと思います。チョッパーはですね、基本的にゾンケン悪魔の実による変身形態のバリエーションで戦うことが多く、決まった戦闘技術というのがありません。カンフーポイントなどでカンフーを使った戦闘を行う描写もあったんですが、チョッパーにとって切り札というレベルの戦闘技術ではないんです。そして物語が最終章に突入した今ですね、ここからチョッパーの戦闘技術が決め手となる可能性は低いと思われ、戦闘技術に関してはこれ以上の進化はないと考えられます。続いてはチョッパーの武器について考察していきたいと思います。チョッパーの武器はですね、その頭脳から編み出されたランブルボールです。先ほどですね、悪魔の実の項目で考察した通り、このランブルボールはですね、覚醒へ近づけるための劇薬であり、チョッパーがですね、能力を覚醒した後は使わなくなる可能性が非常に高いと考えています。つまりですね、ここからチョッパーの武器に関してはこれ以上の進化はないと考えられるんです。続いてはチョッパーの固有能力について考察していきたいと思います。チョッパーの固有能力は言うまでもなく医学。先ほど覇気の項目で考察した通り、チョッパーのスコープがですね、病原も察知できることになった場合、あと必要になるのはですね、医療設備だと考えられます。いかに医者としての医学の知識が豊富でも、それに対応できる医療設備や医療器具がなければ宝の持ち腐れとなってしまいます。ではですね、チョッパーは今後どうやって医療設備や医療器具をですね、進化させるのか。それが現在麦わらの一味が滞在している未来島エグヘッドだと思われます。エッグヘッドにある900年前に実在した超文明の遺物がですね、麦わらの一味に影響を与えるのは、何もフランキーやウソップへの技術力アップだけではないでしょう。例えば900年前の真実に近づけるという意味では、考古学的にも大きな研究躍進になるでしょうし、世界政府が隠蔽しようとするですね、 D の一族という関連では、当然ルフィとも無関係ではないと言えます。この島は未来に見えるか。ここは過去だ。高い文明を持つ王国が900年前に実在していた。そしてベガパンク釈迦がこう語っている通り、900年前の王国には高度な技術力だけではなく高い文明も存在していたことがわかります。そして文明とは当然ですね、人間の生活水準による文化レベルの豊かさについて意味し、つまりですね、医学も当然含まれるんです。そして900年前の高い文明と技術力が備わっているならば、当然今とは比べ物にならない医療設備や医療器具があってもおかしくありません。そう、未来島エッグヘッドに立ち寄ったことは、チョッパーにとってもスキルアップするのに重要なターニングポイントになる可能性が考えられるんです。以上からチョッパーの最終進化は、高度な医療設備や医療器具を手に入れ、能力の覚醒による知恵とですね、見聞色の覇気の習得により、これ以上ない医学の向上だと考察します。ここまでチョッパーの最終進化を各項目ごとに考察してきました。最後にチョッパーの懸賞金について考察していきたいと思います。最初に説明した通り、ここではですね、最近の傾向から語呂合わせを重視して予想したいと思います。チョッパーがここまで考察した通りの進化を遂げた場合、確かに大幅な戦闘力の向上はないかもしれませんが、誰よりも頭の切れる医者として右に出る者はいなくなると思います。本当に万能薬のような存在になる可能性も高く、懸賞金も単なるペットという枠組みを超える金額になると予想できます。そしてここまでキリがいい数字で来ているので、大台の1億ベリーに乗るか、もしくは人々とトニートニーから1010の語呂合わせに由来し1億1010万ベリーとなると予想します。
もし本当に少しだけ望みを言っていいのなら、私は行きたい。麦わらの一味の考古学者のニコロビン。現在は麦わら大船団ナイカムの一人で、チョッパーについて6人目の仲間でもあります。そんなロビンの夢は、歴史上の空白の100年を解き明かすことです。ロビンは幼少期から数多くの災難や修羅場を経験していることもあってか、多少のことでは動じず、常に冷静沈着な女性。仲間の中でも大人な常識を持ち合わせている一方、いざとなったら仲間を守るために、苛烈な一面も見せることがあり、まさに麦わらの一味の母親のような立ち位置にいます。それではロビンが最終的にどのように進化していくのか各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずロビンの悪魔の実の能力について考察していきたいと思います。ロビンはパラミシア系悪魔の実ハナハナの実の能力者です。咲く場所は厭わない、私の体はあなたを決して逃さない。体の各部をですね、花のように咲かせることができる能力で、その範囲はロビンの意思によって自由に指定できるのが特徴です。現在ロビンの悪魔の実の能力は、腕を1000本咲かせて一つの巨大な腕にするというミルフルールや、自分の巨大な分身を作るヒガンデフルール、そしてヒガンデフルールの強化版で悪魔のような分身を作るデモニオフルールと巨大化しています。それではですね、ロビンの悪魔の実の能力はどのように最終進化するのでしょうか。もちろんそれが覚醒だと思います。ルフィやチョッパーと違い、ロビンの花々の実はパラミシア系に分類、つまり先ほども説明した通りゾーン系の覚醒と違い、ロビンはノーリスクで覚醒することができ、チョッパーよりもですね、能力を覚醒できる可能性は高いと考察できます。他に影響を与え始めたらパラミシア系の覚醒と見て良さそうだな。そして第1046話でカイドウがこう語っている通り、パラミシア系悪魔の実の覚醒は周囲に影響を与えることです。しかしですね、ロビンの花々の実はですね、すでに自分の体だけではなく目に見える範囲にですね、任意で咲かせることができてますよね。そう、すでにですね、周囲に影響を与えているとも捉えられるんです。しかしですね、同時にロビンが咲かせられるのはですね、自分の体と認識しているもののみですよね。つまりここの解釈が、現段階では咲かせる能力はですね、自分にしか影響を及ぼしていないと捉えることができるんです。そう、花々の実が覚醒したら、カイドウの言う通り他にも影響を与えることからですね、咲かせる能力を他にも与えられることになります。つまり自分の体の一部でなくともですね、咲かせることができるんです。そうなると、例えばウソップのですね、ポップグリーンの種をですね、任意の場所に咲かせることもできたり、地面に刃物を咲かせ、まきびしのような役割を持たせたり、戦闘にバリエーションを持たせることができると思います。もちろんですね、ロビン自身を咲かせることも有効なので、仮にですね、花々の実の覚醒がですね、他のものも咲かせる能力であれば、ロビンの頭脳にあったですね、より高度な戦法を取ることが可能となるでしょう。以上からロビンの最終進化は、花々の実の覚醒により自分以外のものも咲かせることができるようになり、より戦略的な戦いができる能力に進化すると予想します。続いてロビンの覇気について考察したいと思います。現時点でロビンが明確に覇気を使っている描写はありません。しかしロビンが進化し覇気を習得するとしたら、武装色の覇気を習得する可能性が非常に高いと思います。その根拠は大きく2つ。ロビンの戦闘技術、ブラックマリア戦の描写。まずはロビンがですね、武装色の覇気を習得する根拠の一つとして、ロビンの戦闘がですね、肉弾戦によるものだということです。麦わらの一味においてはですね、戦闘能力の高いメンバーはルフィ、ゾロ、サンジ、ジンベですが、実はそれについて高いと考えられるのがロビンです。余談なんですが、フランキーも強いんですけども、ロビン、フランキーを比べた場合ですね、本人たちの懸賞金はもちろんですね、戦う相手の懸賞金からもその序列を推察することができます。もちろんですね、ワンピースの世界において懸賞金イコール戦闘力ではないんですが、少なくとも本人、敵の2つのベクトルから判断しても、ロビンの懸賞金の方が高くですね、ロビンの方が強敵と戦っていると判断できることから、現時点ではですね、ロビン、ダイナリー、フランキーと結論付けられます。そして話を戻して、そんな戦闘要員として上位にいるロビンの戦闘は、主にですね、関節技や魚人空手、さらにサボの流走拳といった肉弾戦がメインなんですよね。そしてカイドウがこの先ですね、能力ではなく覇気が戦いを制すると語っていることからも、高い確率でロビンの今後戦う敵もですね、覇気をまとっていると考えられます。そしてですね、ロビンがこのまま肉弾戦で戦うのであれば、武装色の覇気をまとうことは必須条件とも言えるんです。続いてロビンが武装色の覇気を習得する根拠の2つ目として、第1021話で見せたブラックマリアとの戦いです。ロビンが対ブラックマリアに見せたですね、デモニオフルールの姿は、まるでですね、武装色の覇気をまとっているように黒くなっていました。これが覇気をまとっていたかどうかについてはまだ明言されてません。しかし悪魔の様相と武装色の覇気をまとったような全身の暗さは、今後ロビンが武装色の覇気をですね、まとう伏線だと捉えることもできますよね。以上からロビンの覇気の最終進化は、武装色の覇気を習得し、全体的な戦闘技術の底上げを行うことになると予想できます。
続いてはですね、ロビンの戦闘技術について考察していきたいと思います。先ほど覇気の項目でも解説したんですが、ロビンの戦闘技術はですね、関節技や魚人空手、流装剣といった意外と多岐にわたる肉弾戦の技術を習得しています。それではですね、今後ロビンの戦闘技術の進化はあるのでしょうか。結論から言うと可能性は十分考えられます。その鍵を握る存在がハグアールディサウロ。その巨人族の船長の名前はサウロよね。大戦66話でサウロの生存がほぼ確実となりましたよね。さらにエルバフで身を潜めていることが判明し、今後麦わらの一味がエルバフに行く、また大きな伏線の一つとなったんです。当然そこで待ち受けるのがサウロとロビンの再会。サウロは22年前のバースターコールの時に主に自分の肉体を使って戦っていました。つまりですね、ある程度肉弾戦に精通した存在であるとも捉えられます。事実エルバフにはハイルディンのグングニルのように都市空間の技が存在することから、ロビンがサウロ直伝の必殺技を伝授される可能性は十分考えられます。以上からですね、ロビンの戦闘技術の最終進化は巨人族の格闘技を習得し、デモニオフルールと併用した戦闘技術への昇華だと予想します。続いてロビンの武器について考察していきたいと思います。ロビンはこれまで自分の肉体をベースに花々の実の能力のみで戦ってきました。物語が最終章に突入した今、新たに専用の武器を扱う可能性はほぼ皆無だと思われ、武器に関してはですね、これまで通り使用せず、能力と己の肉体のみで戦うと思われます。続いてロビンの固有能力について考察していきたいと思います。ロビンの固有能力はですね、もちろん考古学となります。ポーネグリフを読み解くことができ、それゆえ歴史の真実に一番近い作中でも唯一無二の存在となっています。今後この固有能力が進化するのかというとですね、あくまでも新たに解読技術が上がったり、ロジャーのようにポーネグリフの声が聞こえるようになったりといった目に見えた進化はないと思います。しかしですね、今後オハラの文献が残っていることが分かった以上、考古学者としての知識が増えると考えられます。しかしこの知識が増えることにより、過去の多くの技術やですね、古代兵器といった脅威に対するですね、対抗策を立案する要となる可能性は十分高いんです。特にプルトン・ウラヌスといった古代兵器に関してはほぼ間違いなく今後登場してくる兵器と予想できるので、ロビンの得た知識が鍵となる可能性が非常に高いんです。以上よりですね、ロビンの固有能力の進化の可能性は低いんですが、より真実に近づく知識を手に入れることから、引き続き貴重な固有能力であることは間違いないと結論付けられます。ここまでロビンの最終進化を各項目ごとに考察してきました。最後にロビンの懸賞金について考察していきたいと思います。最初に説明した通り、ここではですね、最近の傾向から語呂合わせを重視し予想したいと思います。ロビンがここまで考察した通りの進化を遂げた場合、花々の実の覚醒、武装色の覇気の習得、巨人族の戦闘技術の習得により非常に高いですね、戦闘力のレベルアップをすると思われます。さらに作中唯一無二の考古学者としての能力もあり、その懸賞金額は非常に高くなると予想できます。そしてロビンの異名がですね、悪魔の子である666の語呂合わせに由来し、16億6600万ベリーとなると予想できます。船や兵器のことは何でも俺に頼れ。麦わらの一味の船大工のカティフラムことフランキー、現在は麦わら大船団大幹部の一人で、ロビンについて7人目の仲間でもあります。そんなフランキーの夢は自分の作った船に乗り、その船が海の果てにたどり着くのを見届けることです。フランキーはですね、その見た目通りですね、好戦的で粗暴な性格をしてるんですが、実は度量が広く情に熱い兄貴肌でもあります。それではフランキーが最終的にどんな進化を遂げていくのかですね、各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずフランキーの悪魔の実について考察していきたいと思います。フランキーはご存知の通り悪魔の実を食べてません。これまで改造した自分のサイボーグの肉体を武器に戦ってきました。物語が最終章に突入した今ですね、新たに悪魔の実を食べる可能性はほぼ皆無だと思われ、これまで通り悪魔の実の能力者にはならないと思います。続いてフランキーの覇気について考察していきたいと思います。現時点でフランキーはですね、覇気を習得している描写はありません。しかしですね、フランキーが進化し覇気を習得するとしたら、武装色の覇気を習得する可能性が非常に高いと思います。その根拠はロビンの覇気の項目のところでも解説したのと同じように、フランキーの戦闘方法にあります。基本的にフランキーは自分の体を改造した内臓武器を用いてですね、戦う機会が増えてきましたが、格闘技も持っているんです。例えば右手の鉄拳でぶん殴るストロングハンマーなどがあります。つまりフランキーもロビンと同じように肉弾戦で戦うことが多い。さらにですね、フランキーは自ら改造した武器や兵器も使っています。ゾロの覇気のところでも解説しましたが、当然武器にも覇気をまとわせることは可能です。そしてですね、今後の強敵との戦いでは覇気の習得が必須になってくると考えると、戦闘方法や武器の使用などの要因からフランキーが習得する可能性が高いのはやはり武装色の覇気だと考察できます。つまりフランキーの覇気の最終進化はですね、武装色の覇気を習得し、自分自身や武器に覇気をまとわせ威力を底上げすることだと予想します。
続いてはフランキーの戦闘技術について考察していきたいと思います。フランキーは戦闘技術というよりもですね、自ら作り上げたサイボーグ技術で戦っています。物語が最終章に突入した今、新たに戦闘技術を切り札として戦うという可能性は非常に低いと思われ、戦闘技術に関してはこれ以上の進化はないと考えられます。続いてフランキーの武器について考察していきたいと思います。フランキーは2年間の修行の際ですね、ドクターベガパンクの故郷である科学島バルジマーにいました。俺が知りたかったのはむしろこっちの兵器的発明だ。こりゃすげえ、戦艦から人間の細胞の研究まで、こいつの頭は一体どうなってんだ。そこでベガパンクの様々な研究資料に目を通し、自分自身の肉体の兵器化からフランキー将軍のような巨大兵器に至るまで、数多くの武器を進化させてきました。そして現在資料ではなく、ベガパンク本人がいる未来島エグヘッドにいますよね。つまりベガパンクと出会ったことで、実質一番武器が強化される存在がフランキーになると考察できます。ではフランキーは具体的にベガパンクのどの技術を参考にして進化するのでしょうか。結論から言うと、ベガパンクが現在保有している全ての兵器的技術だと考えられます。どんだけの技術が使われてんのか全部見て回りて、敵とか言わずによ。第1065話でフランキーはですね、敵対意志を見せるベガパンクに対し全て知りたいと、初めから純粋に好奇心と敬意を表して接しています。そしてフランキーの技術力の向上は、今後ロビンの考古学の知識と同じく唯一無二の存在になる可能性があるんです。それが先ほどのロビンの固有能力の項目でも話した通り、対古代兵器の技術ということになります。このあたりは後ほどフランキーの固有能力の項目で解説していきたいと思います。つまり今後間違いなく登場するであろう古代兵器に対し、ベガパンクの情報はロビンに、ベガパンクの技術力はフランキーに、それぞれ引き継がれる可能性が高いんです。そうなるとベガフォースやパシフィスタなどに搭載されている技術は全てフランキーが流用できるようになり、全体的にフランキーが作る武器の技術力の底上げになります。以上からフランキーの武器の最終進化は、対古代兵器を想定したベガパンクの技術力全てが注ぎ込まれた武器に進化すると予想します。続いてはですね、フランキーの固有能力について考察していきたいと思います。フランキーの固有能力はその高い技術力だと思われます。そしてこの技術力がベガパンクを超えるクラスまで進化すると考察します。その根拠は大きく2つ。1つ目に古代兵器の存在、そして2つ目にベガパンクが退場する可能性となります。まずフランキーの固有能力である技術力がベガパンクを超えるほど進化する根拠の一つがですね、古代兵器の存在にあります。先ほどから解説している通りですね、古代兵器はですね、ここまでの伏線から見ても今後作中で確実に登場してくるであろう代物ですよね。そしてそのうちの一つであるプルトンの設計図を、フランキーとアイスバーグは実物を見ています。こんなもん人間に作れんのか。そしてこの古代兵器は900年前の超高度な文明と技術力によって開発されている可能性が非常に高く、フランキーが初めて設計図を見た時には理解できていませんでした。しかし過去の技術力を研究していたベガパンクの研究成果があれば、フランキーがかつて見た設計図の兵器開発内容を理解できるようになるのかもしれないんです。もし古代兵器がお前みてえなバカの手に渡り暴れ出した時、もう一つ兵器を生み出し、その毒素を阻止してくれという設計者の願いだ。そしてフランキーは明確にプルトンの設計者の意図を汲み取っていました。確かに設計図はエニエスロビーで燃やしてしまいましたが、実際に古代兵器であるプルトンが残っていることから、フランキーが設計図を無策で燃やしたとは考えにくいんです。なぜならプルトンが万が一にもフランキーの言うバカの手に渡った際に設計図を燃やしてしまった今、対抗手段がなくなってしまうからです。つまりフランキーはいざという時の保険を持っている可能性が十分考えられます。そう、フランキーがかつて見た古代兵器の設計図とベガパンクが研究し続けている900年前の技術力という点と点を結ぶことができる存在はフランキーを置いて他にいないんです。つまりフランキーは高確率で古代兵器、特にプルトンに対抗する切り札となるため、フランキーの技術力向上は必須になるんです。そしてフランキーの固有能力である技術力がベガパンクを超えるほどの進化をする根拠の2つ目が、ベガパンクが物語から退場する可能性が非常に高いからです。天才ってのはな、自分の未来も見えてしまうものなんだ。私はもうすぐ死ぬだろう。第1064話でベガパンクは予言のように自分の死期が近いことをドラゴンに話していました。仮にこの読みが的中した場合、ベガパンクの研究成果を誰かが引き継ぐ必要があります。そしてその存在となれるのが2人。1人は固有能力である考古学を持つロビン。ベガパンクがたどり着いて知り得たですね、900年前の情報をロビンだけが正しい知識として引き継げますよね。そしてもう一人がフランキーです。ベガパンクが研究し続けた計算した技術力は古代兵器の設計図を見たことがあり、自分を改造し続けてきたフランキーにしか引き継げません。ちなみに余談なんですが、ベガパンクからですね、技術力を引き継ぎ古代兵器の対抗手段となるとき、古代兵器に立ち向かうためにフランキーが合体するのがですね、サウザンドサニー号だと思われます。現在フランキーの手配書はなぜかサウザンドサニー号に写真が変わってましたが、最終的にサウザンドサニー号が古代兵器プルト
トンを打ち破る伏線となっているのかもしれません。以上からフランキーの固有能力の最終進化は、ベガパンクの技術力を超え、古代兵器への対抗策にもなり得る技術力を身につけることだと予想します。そしてここまでフランキーの最終進化を各項目ごとに考察してきました。最後にフランキーの減少期について考察していきたいと思います。最初に説明した通り、ここではですね、最近の傾向から語呂合わせを重視し予想していきたいと思います。フランキーがここまで考察した通りの進化を遂げた場合、覇気や武器の強化により純粋に戦闘力がレベルアップすると思われますが、何よりも進化するのが技術力だと考えています。そしてその技術力が古代兵器の対抗手段となるほどに進化した場合、フランキーの価値はですね、ロビンと同じく作中唯一無二の存在となり、その懸賞金額は非常に高くなると予想できます。そしてフランキーは船大工でサウザンドサニー号の手配書になっていることから、フネの2をですね、語呂合わせの由来とし、20億9400万ベリーとなると予想します。男が一度必ず帰ると言ったのだから。麦わらの一味の音楽家のブルック、現在は麦わら大船団大幹部の一人で、フランキーについて8人目の仲間でもあります。そんなブルックの夢は、かつて約束をしたラブーンとグランドラインを一周して再会すること。音楽家らしくですね、非常に陽気でおおらかな性格で、ルフィと同じく大抵のことは笑って許せる度量の持ち主。見た目が白骨化したアフロヘアなので、麦わらの一味の中でも特にインパクトあるですね、外見をしているのが特徴です。それではブルックがですね、最終的にどのように進化していくのか、各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずブルックの悪魔の実の能力について考察していきたいと思います。ブルックはですね、パラメシア系悪魔の実読み読みの実の能力者です。読み読みの実は2度目の人生が約束された悪魔の実の中でも特に異質な能力を持っているんです。そしてその進化が発揮されるのは能力者が死亡してからなのでですね、基本的には生前は海に嫌われて金槌になるという悪魔の実のデメリットだけ現れるんです。ブルックの場合ですね、死亡してから魂で肉体を動かすことができるようになり、魂のエネルギーを自在に操れるようになっています。そして魂のエネルギーを利用してできる特殊能力は大きく3つあります。1つ目がですね、魂の姿になって自由に移動できる能力、簡単に言うと幽体離脱ですよね。2つ目が魂や幽体のですね、霊気を利用した氷結系の攻撃能力です。ブルック曰く黄泉の霊気という特殊な霊気であることが判明しています。そして3つ目がですね、音楽家という特性を利用した魂に通ずる行動を行い、相手の魂に直接訴えかける能力です。特にこの魂に通じる行動をですね、音楽に乗せた場合は相手に幻覚を見せたり催眠をかけたりすることができるのです。そしてこの3つの能力がですね、現時点での読み読みの実の能力なんですが、今後最終進化するとしたらどのようになるのでしょうか。最終進化はもちろん他のメンバーのところでも考察している通り覚醒だと考えられます。読み読みの実はですね、パラメシア系悪魔の実に分類されることから、リスクなしで覚醒でき、さらに覚醒したら他に影響を与えることができます。それではですね、読み読みの実が他に影響を与えるというのはですね、どういう能力になるのでしょうか。最も考えられる可能性は、他者の魂をですね、操れることだと考えられます。覇気などで悪魔の実の攻撃を遮断できることから、生きている人間の魂を直接操ることはできないと思いますが、すでに死んでいる他者の魂を操れる可能性がありますよね。いわゆるイタコのようにですね、黄泉の国からですね、死者の魂を呼び出すという能力ですよね。そしてこの能力が可能なのであれば実現できることがあります。それが霊気のフィールドを作り出すことです。先ほども解説した通り、魂にはですね、黄泉の霊気がありますよね。数多くの死者の魂を呼び寄せることができれば、ブルックの魂のエネルギーだけではなく全員の魂のエネルギーを利用して周囲をですね、黄泉の霊気で極寒の黄泉の国を再現することも可能だと考察できるんです。以上からブルックの悪魔の実の能力が最終進化した場合、自分の魂エネルギーだけではなく他の死者の魂エネルギーも操れるようになり、極寒の黄泉の国をこのように権限できるようになると予想します。続いてブルックの覇気の能力について考察していきたいと思います。現時点でブルックは明確に覇気を使っている描写はありません。しかしですね、ブルックが進化し覇気を習得するとしたらですね、武装色の覇気を習得する可能性が非常に高いと思われます。まずブルックはですね、幽体離脱できる特性から物体を通り抜けることができますよね。つまりですね、危機察知の速さに違いはあれど、すでに見聞色の覇気を習得しなくてもある程度読み読みの実の能力で補える状態なんです。しかし今後覇気使いの敵が多く登場することが予想され、覇気を覚えていない今のブルックの魂のままでは覇気による攻撃が致命打になりかねないんです。そしてここまで何度も説明してきている通り、覇気はですね、意志の力ですよね。つまり意志が宿るブルックの魂も理屈としては覇気を習得することが可能なんです。そして魂をですね、敵の覇気の攻撃から守るのに最も有効なのが武装色の覇気ですよね。仮にブルックがですね、武装色の覇気を習得したら魂に直接覇気をまとえるようになると思われます。そうすると魂の防御力が上がるだけではなく、
け、読み読みのみの利点でもあるですね、魂をまとった霊気の攻撃や相手の魂に通じる行動が覇気をまとった敵やロギア系悪魔のみの能力者たちにも通じるようになるんです。以上よりですね、ブルックの覇気の最終進化は武装色の覇気を習得し、魂にまとわせ防御力と攻撃力を向上させることだと予想します。続いてブルックの戦闘技術の能力について考察していきたいと思います。ブルックの戦闘技術はゾロと同じく剣技、そして音楽となります。まず剣技についてですが、ゾロとは違うベクトルで達人級の技術を習得しています。ブルックの剣技を代表する花歌三丁矢はず斬りは、基本的に相手に切られた実感すら与えずに相手を切る剣速に達していますし、ブルックの鍵がですね、リューマの死体に入っていた時にしか使えなかった飛ぶ斬撃も2年間の修行で習得しています。しかしそれ以降目に見えた剣技のスキルアップはなく、もともと純粋な剣士ではなく音楽家との兼業であるため、これ以上目に見えた進化はないと思われます。そしてブルックのもう一つの技術である音楽ですが、正直作中だけの描写では音楽家としてどれほど高度な技術を習得しているかはですね、判断しかねます。しかしブルックがソウルキングとして活動していた際にチケットが完売するほどの大スターに上り詰めるなど、ブルックの生み出す音楽はですね、多くの人に影響を及ぼすものであることは十分わかっています。まさにソウルミュージック、聞いてくださいこの歓声。そう、ブルックがソウルキングとして示した通り、音楽は技術ではなく魂を込めることが重要なんです。さらに音楽というものはですね、物体や体から奏でる音の旋律を組み合わせることですよね。そしてそれは1人よりも2人、2人よりも3人と掛け合わせる音が増えるほど厚みのある音楽に変わっていきます。どうしました、これじゃあカルテット、トリオ、デュエット、ソロ、ルンバ海賊団に所属していた頃のブルックは、最後の最後まで演奏した際に徐々に音楽を奏でる人数が減ってきました。しかし仮に読みの実の覚醒によって死者の魂を呼び起こし、逆にブルックと共に音楽を奏でる仲間が増えたとしたら、その魂の叫びは音楽に乗ってさらにより多くの人たちに届くことになると思われます。以上からですね、音楽の演奏という意味での技術はわかりませんが、魂を震わす音楽を伝えるということに関してはさらなる進化の余地が残っていると考察できます。続いてブルックの武器の能力について考察していきたいと思います。ブルックの武器は次のように進化しています。当初は仕込み杖の剣、2年間の修行期間でそれをテナガ族に研いでもらい、仕込み杖のソウルソリッドに進化させています。ゾロと違いですね、武器となる刀が変わっているわけではなく、ベースがですね初期装備の仕込み杖のままなので、ここから大幅な進化があるとは予想しづらいと思います。可能性があるとしたら研いでもらうなどの仕込み杖の改良です。もともとパワーのある斬撃で勝負するゾロとは違い、スピードある素早い斬撃を得意するブルックはゾロの刀に比べると刀身自体にかかる負担は少ないと推察できますよね。以上からブルックの武器は改良クラスの変化はあっても大幅なスキルアップに伴う進化はないと予想します。続いてブルックの固有能力について考察していきたいと思います。ブルックの固有能力はやはり魂。ブルックの悪魔の実の項目で解説した通り、魂での移動ができたり魂に影響を与えたりできることから、策的やトリッキーな戦法を取ることが可能。またウエストブルーにあるとある王国では奇襲部隊に所属していたことも判明していることから、魂になれることにより奇襲や策的の能力が進化したとも推察できます。一度死んで本来黄泉の国に行くべき人の魂だけど、私の魂はこの世に実在するために限りなく実体に近い強力なエネルギーを発している。さらに第643話でブルックがこう発言していることからも分かる通り、魂のエネルギー自体がですね強力なエネルギーであることが分かります。そしてこの魂のエネルギーは進化させることが可能だと思われます。なぜなら悪魔の実の能力らしく、能力者の解釈によって大きく変化できるからです。事実ブルックは魂に音楽を込めた攻撃ができたり、読みの霊気をまとったりと進化させていますよね。それではブルックの固有能力である魂を使った攻撃はどのように進化していくのでしょうか。それが覇気の項目でも考察した通り、魂に覇気をまとうことだと考えられます。先ほども言いましたが、覇気イコール意志の力ですよね。そして魂はですね、辞書によると霊魂の意味の他に心、精神、性格、そして気構えと言い換えることができ、まさに意志と通ずる意味と捉えることができます。つまりもともと魂と覇気は親和性が高いんです。以上からブルックの固有能力の最終進化は、魂に覇気をまとい、サポートや攻撃などより幅広い活躍ができるポテンシャルになると予想します。
ここまでブルックの最終進化を各項目ごとに考察してきました。最後にブルックの懸賞金について考察していきたいと思います。最初に説明してきた通りですね、ここでは最近の傾向から語呂合わせを重視し予想していきたいと思います。ブルックがここまで考察した通りの進化を遂げた場合、悪魔の実の覚醒と覇気の習得によりブルック固有の魂に関する能力が大幅に強化され、一味の諜報員やサポート役としても高いポテンシャルを発揮できるようになると考えられます。そしてその懸賞金額は読み読みの実や音楽の一般的な音の長さ、8分音符などの語呂合わせを由来とし、8億4300万ベリーとなると予想します。わしはこの男を命に変えても守ると決めとれ。麦わらの一味の総出しのジンベイ。現在は麦わら大戦団大幹部の一人で、ブルックに続いて9人目の仲間でもあります。元お菓子部会の一人で、実力も高いジンベイはですね、ジンベイザメの魚人であることから、3メートルを超える麦わらの一味一番の巨漢でもあるんですが、そんなジンベイはですね、生真面目な性格で、かつ仁義を重んじる男でもあります。それではジンベイが最終的にどのように進化していくのか、各項目に合わせて見ていきたいと思います。まずはジンベイの悪魔の実について考察していきたいと思います。ジンベイはご存知の通りですね、悪魔の実を食べていません。これまで自分の肉体をベースに戦闘技術と覇気の実で戦ってきました。それにジンベイは魚人族であり、麦わらの一味の中でも最も海の中での戦闘に特化しています。物語が最終章に突入した今、この利点を自ら捨てて新たに悪魔の実を食べる可能性はほぼ皆無だと思われ、これまで通りですね、悪魔の実の能力者とはならないと考えられます。続いてジンベイの覇気について考察していきたいと思います。ジンベイは現在ですね、武装色、剣武色、2種類の覇気を使うことができます。特に武装色の覇気のレベルはですね、現時点でもかなりの熟練で誇っています。ワノ国編では同じく武装色の覇気をまとった飛び六方フーズ風のですね、死眼の連打を無傷で防ぎ、逆にフーズ風の武装効果状態の指を折ってしまうほどジンベイの武装色の覇気は強力なんです。そして剣武色の覇気についてはですね、実際に作中で使っている描写がないのでどれくらいの連動かわからないんですが、決して低くないと思われます。その根拠となるのがですね、サメが持っている特有の器官、ロレンチーニ器官です。ロレンチーニ器官とは、数多くの種類のサメの頭部についている感覚器官のこと。サメの画像などを見るとですね、頭部の先に小さな穴が点々と開いているのが確認できると思います。そしてサメはですね、このロレンチーニ器官を使って生物が発する微弱な電流を察知することが可能。そして感知できる電流は100万分の1ボルトという極小レベルの単位まで正確に感じ取ることができるというんです。そう、剣文色の覇気も様々な生物の気配を察知する能力でしたよね。つまりサメという生物自体が必須の剣文色の覇気の使い手だとも言えるんです。そしてこのロレンチーニ機関は当然ジンベエザメにもついています。作中に登場する魚人族たちはタコの炭吐きの特性を魚人のハッチャーも使えたり、ヒョウモンダコの毒の特性を魚人のヒョウゾウも使えたり、小田先生はモデルの生物の特性となる部分をキャラクターにも落とし込んでいますよね。このことからロレンチーニ機関という具体的な機関をですね、サメの魚人たちに持たせているかわからないんですが、少なくとも同じ特性である気配察知の能力に長けているという特徴はジンベエもですね、引き継いでいてもおかしくないんです。そして気配察知の能力としてわかりやすいのが、作中では剣文色の覇気となるんです。そんな高いレベルの覇気をまとうジンベエですが、最終章で進化する可能性はあるのでしょうか。結論から言うとですね、可能性は高くないですが、覇王色の覇気に目覚める可能性はあると考えています。根拠は大きく2つ。1つ目にフーズフードの戦いの描写、2つ目にジンベイの素質となります。まずジンベイが覇王色の覇気に目覚める根拠の一つとして、大戦18話で戦ったフーズ風船の描写にあります。お前が率いた太陽の海賊団には元奴隷がいたと聞く。魚人の歴史は奴隷の歴史だろう。カチン。フーズ風が太陽の神ニカの伝承についてジンベイに問いただした時に、魚人族の歴史を侮蔑したように聞いていました。これに激高したジンベイは強力な覇気をまとい始めていましたよね。そしてそこから繰り出された二つの技、魚人カルテソシャークと奥義鬼瓦聖剣には、覇王色の覇気をまとった時に現れる黒い稲妻が発生しているんですよね。そしてジンベイが覇王色の覇気に目覚める根拠の二つ目として、ジンベイの素質があります。魚人族の歴史をないがしろにしたフーズフーの発言にジンベイは激高していましたが、その理由はですね、ジンベイが本気で魚人族の過去の歴史を背負って立つ覚悟を決めているからです。オンドレ、歴史に口を挟むなら半端な覚悟で踏み込んでくるな。ジンベイ自身が覚悟を持って歴史を背負って本気で魚人族の未来を憂いているのが伝わりますよね。麦わらの船に乗り、この命をルフィのために使いたい。結果それは魚人族が
真の自由を勝ち取るためにもなるはずじゃ。実ジンベイはルフィの仲間になったのはですね、ルフィに心底惚れ込んだのと魚人族の未来のためなんです。太陽の海賊団の2代目船長を務め上げ、四皇ビッグマムの脅しにも全く屈しない度量を持ち、魚人族の未来を背負って立つジンベイの素質はまさに覇王色をまとうことができる王の質があっても何ら不思議ではないんです。以上からですね、ジンベイの覇気が最終進化するとして、覇王色の覇気が覚醒する可能性はゼロではないと予想します。続いてジンベイの戦闘技術について考察していきたいと思います。ジンベイの戦闘技術はですね、魚人空手と魚人柔術です。どちらも作中で登場している魚人族の中でも最高峰の実力の持ち主で、その腕はすでに達人級。そして魚人空手に至ってはすでに2つもの奥義を見せており、もはや戦闘技術は完成していると言えます。強いて言えばですね、魚人柔術の奥義が今のところ作中では描写されていないのですが、ジンベイを超える魚人柔術の使い手も同時に描かれていないので、魚人柔術に関しても作中トップの実力者だと考えられます。つまりジンベイは戦闘技術に関してはですね、これ以上目に見えた進化はないと思われます。続いてジンベイの武器について考察していきたいと思います。ジンベイはですね、これまで自分の肉体をベースに戦闘技術と覇気のみで戦ってきましたよね。そして物語が最終章に突入した今、新たに専用の武器を扱う可能性はほぼ皆無だと思われ、武器に関してはこれまで通り使用せず、覇気と己の肉体のみで戦うと思われます。続いてジンベイの固有能力について考察していきたいと思います。ジンベイの固有能力はですね、海水を操れることだと思います。ジンベイの悪魔の実のところでも触れましたが、ジンベイはですね、麦わらの一味の中で唯一海中専用で活躍できる人材。その中でも特に海水を一本背負いして海流を作ったり、ワノ国の鬼ヶ島ではですね、海水で消化したり、自在に海水を操っています。余談なんですが、ジンベイはホールケーキアイランドで紅茶も一本背負いしていたので、液体であれば何でも操ることができると思います。そしてこの海水を操るというのはワンピースという作品においてかなり重要な固有能力となります。皆さんですね、理由はお分かりだと思うんですが、当然悪魔の実の能力者たちがメインで出てくる物語だからです。敵であれば勝負の決め手になるし、味方であれば万が一の救助係にもなれ、いざという時にこれほど頼もしい存在はいないんです。ではですね、ジンベイの固有能力が今後最終進化するのかというと、結論としては現状ほぼ完成している能力だと考察できます。というのもですね、海中で海流を作ってしまうということは、例えばですね、10メートルほどの小規模な海流でも海中の場合ですね、毎秒数百から数千トンという水量がですね、流れ込むほどの威力となるんです。ただしですね、海流は大気流などとは違ってですね、流れが遅い場合もあるので即座に遠くまで流されることはないんですが、その水圧は普通の人なら立ち向かうことができず、海流に飲み込まれればですね、たちまち海の藻屑となってしまいます。ちなみにですね、人間の歩く速度と同じ時速3キロの海流でも、たとえオリンピック選手であってもですね、流れに逆らえないと言われています。そう考えるとですね、現時点でこれほど脅威となるですね、固有能力がこれ以上進化するとは考えにくくなるんです。以上からですね、ジンベイの固有能力は現時点でもほぼ完成されているといえ、これ以上の進化はないと予想します。ここまでですね、ジンベイの最終進化を各項目ごとに考察してきました。最後にジンベイの懸賞金について考察していきたいと思います。最初に説明した通り、ここではですね、最近の傾向から語呂合わせを重視して予想したいと思います。ジンベイがここまで考察した通りの進化を遂げた場合、覇王色の覇気の覚醒により大幅に戦闘力が強化。しかし現時点でほぼ完成された能力を秘めているので、あとはですね、戦歴が判断基準となります。麦わらの一味の領域がゾロとサンジで決まると思われるので、ジンベイは2人に次いで4番手となると考察。そしてその懸賞金額は、ジンベイサメと太陽が33と照らす3の語呂合わせを由来とし、30億ベリーとなると予想します。という感じで考察してきたんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。ぜひともコメント欄に記載してもらえればなと思います。では